さて、えー、それではですね今度は175ページで宅建業法の、えー、6をやってみたいと思います。まあ、4コマ漫画をねちょっと見てもらいたいんだけど、えー、開業するにはねあの営業保証金、まあ、1000万円となってますけどこれ供託する免許が免を受けてからの話ねで免許を受けましたとさあ実際に開業しましょうってことになりますと営業保証金、えー、主たる事務所本店、えー、1000万円で、まあ、その他の事務所、まあ、支店 住、ね、たる事務所なんて言いますけども、えー、500万単位で、まあ、結構な金か,、ね、かかるんですよね、うん、免許受けたんだけど営業保証金用意できねえなんてことにもなっちゃうかなということで保証協会というせいでもあるのよ営業保証金を、えーまあ、何その業者ごとに供託してもらうかねまたはあの保証協会といったものに加入してくださいとで保証協会だとあの主たる事務所、えー、本店でね、えー、60万円 まあこういう金額になってる。これ、え弁済業務保証金、分担金って言うんですけどね、えー、60万円、えー。支店ですと30万円。ずいぶん安いんです。で、この60万円がないってことになっちゃうと、ちょっともう、開業は開きない。免許を受けたんだけど開業できないって。うっさーっていう風に言ってますけどもね。はい、ということで、えーまあえー、ちょっとこの扉のページの文章ですえ卓、ー、金業の免許を受けた後の開業要件として営業保証金を供託するか、保証協会に加入するか、そのいずれかだと。 えー、でね営業保証金と保証協会でですねままあ、まあまあやってみれば大したことないんですよ。またいつものように、ね、宅建業法なんか特にそうなんですけども、えー、過去出題された内容がね表現を変えて、まあ、同じ趣旨での繰り返し出題となっていますんで、そこをちょっとこう、まあ、仕上げてもらえればと思います。えー、後半でですね今度はね監督処分、えー、宅建業者に対する監督処分というとあの、指示処分、えー、業務停止処分、免許の取り消し処分ね。 えー、宅地建物取引士ですと、まあ、指示処分、今度事務の,の、うん、禁止なんて言い方するねあの宅事務、卓研士として、えー、すべき事務、えー、35条書面、まあ、37条書面関連ですが、えー、その仕事、事、ま、務、あ、ね、えー、そうしちゃいけませんと、えー、いよいよだってことになると、ライセンス登録がね、これ、剥奪される、登録の少女処分ですね、まあ、そんなふうになっちゃうと。 えー、そんなようなことを、えー、ちょっとやっておこうじゃねえかなと思いますさあそしたらば176ページ77ページ177で、えー、まず営業保証金制度というのをやってみたいですね、えー、少なくとも1000万円君はすぐに用意できるかといいって感じで資格の一番で営業保証金とは何だと卓、えー、建業者に一定額の現金や国際証券などの有価証券を、まあ、営業保証金としてですね 国家機関である供宅所そこちょっと波すぎておいて供宅所という言葉が出てまいります、えー、そうだなあの馴染みのない人はさ自分ち今住んでるところでいいや一番近い供宅所どこかなって後あとでネットで調べてみてくださいね供、えー、宅所に提出させておいていざ顧客と金銭的なトラブルが起きた場合に備えようとだから、まあ、あの使わないで取っておく営業期間中ずっとキープしておくまあお金 っていうね、これはまあ営業保証金というふうに今言っておりますで不動産取引は非常に高額であるがゆええー、宅建業者が無視力だった相手方は救済されませんまあそうだよねああすいませんあの預かってたお金なんですが使っちゃったまあだから営業保証金という制度もあるしそれからまあ、えー、少し前にありました手付金等のねあの保全措置なんていうのもあるんですよ、まあ、営業保証金ですとだからまあ主たる事務所1箇所しかないと1000万円 ぐらいしか、ね、供託してないですけど、まあ、てまあまあ,あのそれだけじゃちょっとってことで手付金等の保全措置というものも、まあ、別途ありますで手付金等の保全措置の問題と営業保証金の問題をミックスで出すってことはないのよ、えー、だからまあ、えー、試験対策上あれはあれこれはこれで分けちゃ,分けちゃうって言い方か,かな、まあうん、まあそんな気にせずにね はい、あの問題が得意になってくれたらいいですで。今回は営業保証金やっておこう、えー、ってことです。補、まあ、保証協会って制度もありますよ。さあそしてか括弧1番ですね。免許を受けけただけじゃ開業できません、えー、読んでいきましょう。卓研業者は営業保証金をその次マークといて並線です主たる事務所の最寄りの供託所えさっきさまずはまあ今自分がそおす、まあ、住んでるところ、えー、ご自宅からですね一番近い最寄の供託所を探してって言ったのはちょっとこういうこともあるもんでね。 シュタル事務所の最寄りの供託所にですね、供託し、供、えー、託したらですね、供託済みのそのほら、あの書類もらえます、その写し、コピーを添付しまして、えー、その旨を免許権者、えー、都道府県知事免許だったら都道府県知事、えー、国土交通大臣だったらね、免許だったら大臣に、えー、それぞれまあ届出をしてください。で、届け出た後でなければ開業開始しちゃいけないんですよ。 えそれから2番で供託する営業保証金なんですが、ねえー、主たる事務所本店は1000万十たる事務所は支店ごとに500万だから本店1個で支店1個っていうと1500支店が2つだってなると2000という金になっちゃうかなそうなのね。 177ページ見ると、一番上、ジョン先生、えー。宅建業の免許を受けたとしても、それだけでは開業ができないんですよね。営業保証金を供託するか、保証協会に加入するか、保証協会はこの後やっていきましょう。えー、そのどっちかが必要ですで。免許を受けてから営業保証金を供託してね、うん、あの営業保証金だったらよ、えー、知事か大臣に届け出をする。それでやっと開業です。で重要ってところ、 えー、事業開始後新たに事務所を設置したんだってねそしたらばその事務所でまあ500万単位ということになりますよねでそれどうするかというとやっぱりねその,えそ,の、まあ、そ,のその設置した事務所の営業賞金これも主たる事務所の最寄りの協託所にだからまあ追加協託みたいな感じだから、うん、一箇所にまとめてね協託してくださいということになるわけだそれぞれのさ それぞれの事務所の最寄りの教託所っていうんじゃまあめんどくさいじゃないですか管理,管理というかね業者さんもねですんで下たる事務所の、えー、最寄りの教託所です猫、えーね、ちゃん営業保証金の額なんですけど下たる事務所と十たる事務所一つだとすると1500、えー、これを下たる事務所の最寄りの教託所の教託で、えー、ジョン先生そうそうと、えー、それぞれの事務所の最寄りの教託所じゃなくて下たる事務所の最寄りの教託所支店の分も求めてドンと教託です えそれとあと営業保証金って言ってるからまあ金銭だけかなとね、えー、お考えの方もいますが一定の有価証券でもいいよとで有価証券なんですが種類によってですね有価証券に書いてある金額通りでチャージできないんですねでね国際き国際証券ってこれ聞いたことあると思うんだけど、まあ、国が出してる、えー、ものですよ、えー、ですんで、まあ、国際証券をまあ、まあ、入手するうん まあ、100万だって100万、まあ、それが今いくらか割引かれてて、であのほらまあ、あの10年とか20年とかってあったのに、あのーね、お戻ししますよで、あ儲かったみたいな、あちょっと得したみたいなえ、そんなことになるんですが、国際証券でしたら、これは、まあ、あ信,用信用っていうか、ねしまあ、国ですからね、100%。で地方債証券なんかだと90%になっちゃう。その他八80ってあります。それでね えとね、地方債償券ってので100%で、えー、×90 だよなんてパターンが多いかなまあまあ出るとしたらねあそれでね地方債償券って何なんて人はさちょっとここでいろいろ説明すると時間もあれだから、えー、ネット検索してみて、うん、結構いろいろ面白い話も出てくると思いますからね、はい、ぜひネットを活用していただければと思います、えー、株式や手形あはだめよと小切手もだめよと。えー えでジョン先生ですね、えー、ちなみにですね現金で供託していた営業保証金があったと、でまあ、有価証券も手元にあったとするじゃない、でやっぱさ、まあ、経営してますとどうしてもキャッシュが必要だなんてことになっちゃうわけね。えー、ですんで、えーまあ、返還もできる、逆に有価証券でやったんだけど、現金に差し替えると、まあ、いうこともできるんだけど、これ、返還したら、ですねそれを、ね、免許権者に届けてなきゃいけないんだってね。 一応ちょっとマイナーですがこんな規定もございます。さあ、じゃあ有価証券はそろそにしといて、じゃあ今度178ページで、えっ、ー、とね、えっ、ー、と、営業保証金を供託した旨の届け出がない場合です。えー、免許権者は免許をした日から、あ、免許が先だからね。で、宅建業者が実際に営業保証金を供託するかどうかってのは業者任せっていうところもあるわけよ。ところが何らかの事情でですね、うん、宅建業者がこう、 営業方式供託してなないいみたいなんだねで供託してるかどうかってのは、まあ、都道府県知事,が直、ね、知事側がさ直接確認ってことはなかなかできないでしょうから、まあ、届け出をしてくれって言うんだけどその届け出がないって言うんだよねだから実際に営業資金供託してないのか供託してんだけど単に届け出を忘れてんのかまあそのまあどっちかかなということでよねですんで届け出がない時はどうしたんですか届け出ないんすけど届け出してくださいと。 えこういう、まあ、再告をするわけよね。それでね、ああ、すいませんとかって言って、届けてしてくれればいいし、いや、実は、いろいろこう、あると思うのよ。ところが、まあ、一番さ、釣れないっていうのかな。どうしたんですか、再告し,しますよってんだけど、何のアクションもない。これ、ちょっと、釣れないわけですよね。だから、その場合は、致し方がない。ですんで、再告後1、1ヶ月以内、一ヶ月以内、あそこちょっと、波瀬、太って、1ヶ月以内。なのよ。 1>, 1ヶ月以内に宅建業者が届けて欲しいのは何の落とさたもない。そしたら申し訳ない。免許は取り消すことが文末できる。うん、だから事情によってさ取り消さないということもあるんじゃないのだから取り消すことができるという、まあ英語で言うと can。 わざわざ英語で言わなくてもいいですけどね。できるという、ちょっと含みを持たせたことになってます。はい、ジョン先生、勉強を受けてから供託届出。中にはいつまでも届出をしないというね、業者いるでしょうと、え、催告が来ます。開業する気がないのかなとか思っちゃって、そうすると取り消しになる場合がある。必ず取り消されるというわけじゃない。まあ、やっぱり、ほら、いろいろ事情があると思うんでね。まあ、ちょっとそこのところ、いろいろ、えー、まあ、加味しながら考えるんじゃないかと思います。一応、こういう。 規定があると次に営業保証金のねこれンプと読みます完譜えー、っとね卓建業者と宅建業に関して取引をして吸ったもんだして宅建業者に誠意がないってことになるとえその宅建業者が供託してる営業賞金からね、うん、自分の,このほら損害額を、まあ戻まあ、取り戻せるとまあ取り戻すというかこう払ってもらえるえこれをンプというふうにまあ言うわけなんですねちょっと新しい言葉か なと思いますカンプ概要を見ていきますと、えー、宅勤業者が協託している営業証金から顧客に損害を弁済することをカンプというふうに言いますどういう取引での損害がカンプ対象となるのか、えー、それからカンプがあった場合さそれは、まあ、規定の額に足りなくなるわけですから不足額というのを協託しなきゃいけないじゃないまあこの辺よく出てくるんですよ でね、完付を受けられる取引ってなっててね、一番下178ページ、書き括弧一番。こう言ってるのよ。宅権業者とその次ちょっとマックといて、宅権業に関して取引をしたものに限定されてんのね。で宅権業者に金を貸してるよ、金返せっていう債権者。まあ、宅権業者と何らかの取引があるんだけど、宅権業に関しての取引のすったもんだじゃないわけですよ。その場合はね、 営業賞金から還付は受けられないですね。あと、えー、同業者の取引だと言って、で、建業者だってですね、<laughs> その場合も相手がね、その宅建業者ってのは営業賞金にはか、まあ、営業賞金から還付、弁済は受けられない。<laughs> まあだから、一般消費者を保護するという、宅建業者以外を保護するという、まあ、面が強い、かつ宅建業に関する取引だとこう限定しているわけなんですよ。えー、179ページ見てもらうと、 まあさてそんな営業保証金だと、普段は使わないように供託しているわけなんですよね。で、トラブルとなって代金を返せとか、いやー損害賠償を払え、まあ、こういう事態が勃発しますと、相手方はこの営業保証金から還付、損害の弁済を受けられるとい、まあ、うこと、債権ってまた、まあ、あの民法でまたやりますけど、債権っては金払え、金返せと、まあ、そういう権利だと思っててもらっていいです。はい。 えでそのために営業所金です。でも営業所金の還付を受けられるのは、宅建業に関する取引で生じた債権の場合と、えー、なのよ。でね、宅建業者との取引なんだけども、そのほら、あのその下、あんじゃないですか、資格なるこれはね、宅建業以外の取引になっちゃうんだよね。印刷会社の印刷代金とかさ、パンフレット印刷したんだけど、払ってもらってませんとかね、えー、工事業者の工事代金債権 内装やったんだけどそれ払ってねえとか不動産あこの不動産賃貸の管理委託料ってこれちょっとマニアックなんだけどあのこれ不動産賃,賃貸の管理業ってらこれさ広めで言えば不動産業者だけど宅建業じゃないんだよね。えですんでそのいうそれとかほら、えー、広告会社の広告代金ウェブ作ったんだけどウェブ費払ってねえとかさ、えー、従業者の給料とかあるでしょこれはねあの対象外なんだよな。う とということです、えー、それで右サイドのちょっとちなみにちなみにとか念のためなんだけど、えー、ちなみに付を受けられるるとししてても上限は協託している営業主義の額までなんだよねだから必ずしの債権全額がってことになっちゃうんで、えー、まあさっきもちょっと言ったけどさ宅券業者が売り主で買い主が宅券業者以外一般消費者だった売買ではさ手付金等の保全措置なんてのはあっ だけど、えー、だから営業保証金をまあちょっとカバーするような方策も一応あることあるんだよなだけどまあちょっとトラブルになったらちょっと面倒くさいっすようんあと念のためですがってところなんだな営業保証金から還付を受けられないというだけで宅建業者に支配は請求できます債自体がなくなくるというわけじゃないの、まああのほら印刷会社の印刷代金とかさ、えー、工事業者の工事代金とかね債券とか払えとは言えますよ えただ営業所金から、えーまあ、まあ営業所金からこうもなんてうの弁済受けられる還付受けられるってことじゃないけどねっていうことですとさあこんなところが営業所金の還付というわけでしたじゃあ次のねえー、まあ音声講義ではじゃあ営業所金還付された場合不足額はどうやって供託するんですかとか保管替えとかちょっとそこら辺をやってみたいと思いますんで、えー、お時間ありましたらねまた続きの音声講義どうぞお聞きください。 179ページですね、えー、続きいきましょうか、営業所金の還付の続きの鍵括弧の2番です。営業保証金の不足額の供託と、えー、どういう段取りでやるんでしょうかと。えー、ではじゃあ、すっきり条文ご覧いただきたいんですが、えー、丸一番。宅建業者は営業保証金の還付により、供託額が不足することとなったときはと。まあそうよね、不足しちゃうよね。 だからね、免許権者からの通知を受け取った日から、まあ、連絡が来るわけよね。あ、ちょっとあんた、ね、どうしたんですか足りないんじゃないですかとえ。そしたらね、2週間以内に、だって、ちょっとそこのところ、えー、波線太といてください。2週間以内、はい、不足額を供託しなきゃならない。この営業保証金とかね、あーのー後でやりますけど、保証協会、ね、うん、弁済業務保証金っていう名前になるけどね。 そのね、お金関係のね、あのほらほら、あの何こう営業保証金的なやつね、だとね、2週間って結構出てくるのよ、2週間。え2週間以内に不足額を供託しろで、供託したらそのまま放っといても、まあ、免許権者の方は分かんないですからね、だから、丸2番で、宅建業者は営業保証金の不足額を供託したとするんでしょ、ただ、やれやれじゃないんですよで、供託した日から今度また2週間以内にと。 だから2週間以内に協託して協託したらそこからまた2週間以内にってことになるわけやなうんでえー、託書の土を添付して免許権者に届けていなきゃなんないとまあこういうことなのよはいそうねでもねこれ営業保証金あのさ営業保証金の還付っていう事態なんだけどこれよっぽどのことだと思うんだよねいやいや普通はよあの普通はというかまあまああのー、まあ不動産まあ他県業者と ね、取引をしてまあまあちょっとすいませんあの,あのお金がちょっとうんあのごめんなさいあのあれでちょっと契約がなんてことになったら速やかに普通はですねすぐお金をはい、ちょっとこれお詫びであのお返ししますしちょっとすいませんこれ気持ちですがみたいななんか菓子折り的な、まあ、そらあるはずなんだよねあの不正義があればとであのまあご経験ある人もいると思うけど金がない時って本当になくてさって結構。 リアリティをこもった。実感をこもった。こう言ってます。そうするとね、あのー、払いたくても払えないって時あるんだよね。で、それ、そういう状況ですよ。で、それで営業保証金から、まあ、不足が、まあまあ、付しちゃうわけじゃないで、そうなってよっぽどのことなのよ。だから、えー、宅建業者が2週間以内に供託しろってんだけど、いや、それ2週間以内に供託できるようなお金があるんだったら、そもそもトラブルになってねえんじゃねえのみたいなこともある。 かもしれないんだよねだよっぽどちょっとこれ切羽詰まってくるわけよで2週間以内に用意できるだろうかと、うん、まあでもまあ厳しいよな、まあ、こういうことで180ページ、えー、例えば営業賞金から200万の還付があれば、えー、免許権者から200万を供託せよっていう通知が来るからその通知を受けた日から2週間どうなんだろうねでまず2週間以内に供託してそこでやれやれではないと。 あ,あ、そうだ、届け出をしなきゃっていうんで、視力を振り絞ってですね、届け出をすると。結構忙しいですね、と。え、営業所金が還付あった場合の流れ。まず、まず、丸一番で取引をする、損害を受ける、還付請求をする教託所から還付される。そしたら、不足額の通知ってのは、知事か大臣経由で来るわけよ。免許権者経由で来ます。だから、不足額を教託すると。 ああでさらにそれで、えーまあ、プラスとしてはこの、まあ、届出をするとね、はい、そういう、えー、段取りです、ねえ本当にねうん、しみじみしちゃいました3番四角の3番営業保証金の保管外と取り戻しここはね、あのーまあ、取り戻しっていうのは あの営業保証金を宅建業者が取り戻すってことでまあ,た、まあ、であただから、まあ、宅建業やんなくなっちゃった宅建業者じゃなくなっちゃったみたいな時はさまあ営業保証金なんか供託しててもしょうがないですからね、まあ、取り戻すってことになるわけなんだけども、えー、概要、えー、見ていきましょう、えー、主たる事務所を移転して最寄りの供託所が変わってしまう場合、えー、新たな供託所に供託し直さなきゃならないこれをね営業保証金の保管替えっていうふうに言うわけよ。 主たる事務所の燃えるヌ供託所ってことで運用してますんでね、うんまあ、そういうことになっちゃうわけですよ。えー、それでこれをまあまあまあそ,それでねあ保管外の時なんだけどこれも、まあえー、まあよくよく出てくるんだけどね金銭のみで供託している場合と有価証券を含めて供託している場合とでね手続きが異なりますってとこちょっと並線手続きが異なるのよ。 それで、これを、またあ、あの、宅金業廃業したなんて時は取り戻しってことになっちゃって、えー、じゃあさ、じゃあ、保管替えから言ってみるか、181ページ、ほら、見てまた、出ました。書き括弧1番で、また、とがついてますよ。営業保証金の保管替え、とね。彼氏と、<laughs> まさか、恋人と、みたいな。付き合っていると、みたいな。まあ、いいや、まあ、いいや、いやいやいや。 えー、そういう話したいんで、えー、飲み会やりましょう、えー、金銭のみで供託している場合有価証券のみ金銭と有価証券で供託している場合とで段取りが違うんですねで保管替え等と言ってますんで、えー、じゃあなんだ金銭から言ってみるかしたる事務所の移転後遅滞なく現在供託している供託所に対してあのー、費用を余納してと保管替えの手数料みたいなのかかるんですけどまあそれ入れて まあ銀行でもさ、あの振り込み手数料みたいなの取られるんじゃないですかね。あんな感じっすよね。えー、で営業保証金を供託してる供託所に対し、移転後のモイルの供託所への、そこちょっとうまくと言って、保管替えの請求。これね、保管替えの請求という手続きを取らなきゃいけないね。保管替えの請求。でそうすると、供、あのー、託所から供託所へ保管替えしてくれるわけだね。 えー、保管の金銭っていうとさまあまあ何ていうの、まあんまそのまあなんだろうお札にお金がかあ名前が書いてあるわけこれは俺のお札とかそういうことじゃないですし今はまあ,あのデータ上のやり取りとなりますけどまあまあそうよね金銭のみだったら保管替えの請求という振りなんかまあ振り込み振り替えみたいなそんなような手続きでもい、えー、けちゃうと。 ところがさ有価証券のみとか金銭と有価証券の場合だとその有価証券とは言ってますけどそれはそれで財産こううその人が持ってる財産ってことになるわけよねうんまあいや物ですよ物ですんで保管外の請求っていうふうにまあある種オンライン処理みたいなことはできないんですね、えー、でこうなってるんですよ主たる事務所の移転後 地帯なく営業保証金を移転後のの最寄りにに新たに協託するわけ二重供託になっちゃうんですよでそれで、えー、まあ、まあ、従前の供託所行ってこれこれしかじかでってことでね、うん取り戻すまあまあこういうことになっちゃう、えー、ジョン先生金銭のみで供託している時は保管外の請求という手続きで済むんだけどねと保管外の請求っていうのは金銭の時だけ取れるうん 段取りなんだなで、有価証券を含めての場合だと、一時的に二重供託なんですね。で、二重供託した後との営業証券を取り戻すっていうことで、えー、181ページ、ちょっとご覧いただければ、こういう段取りでいこうと。えー、まず、えー、っと営業所金金銭のみに供,供託してると、まず、まず、まあこえー、っと丸一番で供託、金銭のみで供託、えー、お付けんない、えーまあ本店、移、まあ、した、まあまあ、そうすると保管外の請求ってことやと、えー、保管外をしてくれますよと。 まあこれが金銭のみと、えー、182ページのほうが、あのー、営業証券に有価証券が含まれてるとかオール有価証券とかそういった場合だと、えー、おつけに移転したで、それで新たに供託をする、えー、だな、それで取り戻すみたいな、まあ、こういう、まあ、なアナログ的なちょっと取り扱いになりますと。ははと思っててくれりゃ、<laughs> えそれでいいやね。はい その次ね、営業保証金の取り戻しです。これは、まあ、宅建業者が廃業したり、主たる事務所閉鎖とか、あまあまあ、うん、宅建業者じゃなくなっちゃったというような時とかね、えー、営業資金を取り戻せます。えー、ただ、この取り戻しなんだけど、すぐ取り戻せないんだよ。えっ、ー、とね、じゃあ、スッキリジョブ見ると、こう言っています。営業保証金の取り戻しは、営業保証金から還付を受ける権利を有する者に対し、6ヶ月を下回らない一定期間内にと。 こういう言い方してますけど、まあ、だから、えー、6ヶ月間、ねさまあだ今、実質的に6ヶ月間取り戻せないのよ。で、6ヶ月経って、何にも誰からも反応がなければね、うん、申し出がなければ、えー、同人に変同人って、その宅券業者にね、まあまあ、しあの返しちゃうと、こういうこと、えー、一定期間内に申し出が出るべき、でも出る旨を広告し、その期間内に申し出がなかったときに、取り戻せますと。 えで、ジョン先生と猫ちゃんなんだけど、まあ、ジョン先生がね、まあ、廃業だ、なんだと、こういうふうに言ってます。えー、ちゃん、免許の取り消し処分受けたっていう時も、これ、宅建業者じゃなくなっちゃうんだよね。で、あのー、た <laughs> さ、悪質業務でさ、免許取り消されたとすると、なんか営業所金も没収される感があるじゃないですか。そんなことないですね。それとこれとは話が別だから、免許が取り消されたとしても、営業所権はまあ、取り戻せますよ。はい。 えー、ただちょっと注意してほしいんだけどというジョン先生廃業などしても直ちには取り戻せないんですねで損害を受けてる人がいるかもしれないので宅建業者に営業賞金を返しちゃうのでこの期間内に申し出してくださいという呼びかけをする、うん、これがまあ広告ということです、えー、ただあのややこしいんですけど例外的に広告不要で取り戻せる場合もありますよそれは183ページなんだけどえっ、ー、とまずね広告が必要あ広告って っていうのはですね、えー、何かっていうと,、えーとね、プラスアルファは、まあ、まあいいや、この最初の頃はこれはいいです、ね。その下のプラスアルファの方これ、広告はね漢方で行う。漢方って見たことも聞いたこともない人いるかもしれませんけどね。漢方とは国の報告や資料を公表する国の広報誌、えー、国民の広告誌、まあ、こんなような。 なんで,す、ねでね、法律の交付なども官報で行われてちょっと官報ってさあのネットでちょっと検索してみてもらえるでデジタル漢方なんて言ってさ今あの最新号とその1号2号まあちょ,ちょっと 3,、まあ、3つぐらい前までだったかなちょっとすいませんあのうろ覚えで恐縮ですけどネットでも見れたりするんだけど漢方、えー、見てみああ面白くないから。<laughs> <laughs> なんか国が出してる日刊新聞の悪いには別にさなんか、あのーね、野球がどうした、ラグビーがなんだ、サッカーがどうしたなんてことは全然書いてなくてあのこういう法律がえ交付されましたとかさ、えー、こ,うこうなった、あ,あなったというのがあります。ちょっと見てください。でね、この漢方うんぬについてちょっと置いときますけどもこの漢方に記事を載せるっていうのはこれでそれでまあ広告をするということになるんだよねただね。 あのー、この漢方なんだけど普通の人見たことも聞いたこともないと思うのよだからこれに乗っけたところで果たして国民一般に知らせたことになるのかなっていう、まあ、事実上の話じゃあるただまあ一応定として、まあ、それ建前と建前っていうか何ていうかな、えーけまあ、段取りっていうのかなほ、まあ、他に方法がないんだよねだからその国民全体に知らせるったって、まあ、事実上なかなか難しいんだけど一応こう漢方に出すっていうことで 知らせたととそういういいいにししててね話話をを進めていかななきゃいけないわけわだ、えー、話をちょっと戻します183ページで一番上「広告が必要となる場合」えー「免許の有効期間が満了して更新を受けずに免許が失効しましたんで営業所金を取り戻したい」「破産や廃業解散や合併死亡しました」ってことでもこれ宅建業者じゃなくなっちゃったんでまあ営業所金を取り戻したい」 免許の取引書も受けましたと。あとね、一部の事務所を廃止して、超過額、これ、500万単位で発生するじゃないですか。これもね、直ちに取り戻せないんだって。うん、そこちょっと波線振っといて、ね、なんか、まあ、取り戻してや、取り戻してもいいんじゃねえかなって気もするけど、ね、でもう一応6ヶ月間、待てと。でね、 広告が不要の場合、官報に記事載せなくてもいいですよ、6ヶ月待たなくていいでしょとあの。主たる事務所移転に伴い、新たな事務所、ほら、あ新たに、新たに、あ、新たに、じゃんや。あの移転後のさ、うん、あの、最寄りの教託所に広告をする。で二重教託を解消するときですよね。これは広告いりません。それからね、えっ、ー、と、次回、あ次回じゃない次の音声講義でありますけど、宅地建物取引企業保証協会の社員。えー、社員っていうとね、 なんか保証協会に従業員で働くとそういう意味だけ <laughs>、ね、捉えちゃう人が多いけどあの社員ってのはこの、えー、保証社団法人なもんでね保証協会のメンバーになる加入するというような意味合いで使います、えー、そうすると営業保証金の代わりにね保証協会の方で面倒を見てもらえるようになりますからこの場合は営業所金をすぐに取り戻してもまあ問題ないでしょうとあと営業所金の取り戻し費用制10年とかね まあまあちょっとこの辺はまあこんなところでいいでしょう。さあそしたら183ページ営業主記のまとめ表を一応作っておきましたので、えー、まああとで復習の際にね、えー、ご覧いただければなというふうに思いますとじゃあそしたら次の音声講義では保証協会制度こちらをご案内していきたいと思いますんで、えー、お時間ありましたらね、えー、続きの音声講義もどうぞ、えー、お聴きください。 184ページですね、宅地建物取引業保証協会、えー、こちら行きましょうと、えー、心配するな、60万円いればなんとかなるのだっていう、まあ、えー、ことで、そう、営業保証金がまあまあ割と高額なもんですからね、はい、えー、じゃあ、そしたら、あそれで、この猫、猫ちゃん、まあ、これ、にゃんころがし系の人ですかね、あの、鳩とウサギなんですね、<laughs> これ、なんですか シゴですかとかね <laughs>。なんすかこれ <laughs>。恐竜ですかとか。<laughs> <れ>ハト <laughs>。で、ウサギ。ハトのマークとうさぎのマークの保証協会、えー。今ね、2つあるんですね。で、どこのどっちかです。えー、入ろうと、えー。宅地建物取引業保証協会入ってみよう。四角の1番ですね、えー。宅建業者は営業保証金を供託する代わりに保証協会。 えー、宅地建物取引業保証協会の社員となる加入することで開業することができます、えー、そこちょっと次波瀬ぶといて保証協会に加入すれば営業賞証金を供、えー、託する必要ありませんと1匹オオカミでやるって言うんだったらまあだらな営業保証金だけど、まあ、集団保証システムの中に えーまあ、身を投じるということになれば、まあ、まあ保証協会に,に加入するってことだったらば、えー、保証協会の方のシステムでいこうと。他、えー、建業に関する取引でトラブルが発生が生じた際の顧客への弁済業務はさ、どうするんだと。いやそれは、ねえー、社員 さあどうするかっていうとこのね「保証協会が供託した弁済業務保証金そこちょっとマークといて波線でいいです」「保証協会が供託した弁済業務保証金」えー、これがまあ,あの個人でやるとね「営業保証金」 保証協会の営業保証金みたいなのが、弁済業務保証金ということで、ちょっと名前が違ってます。弁済業務保証金、ちょっとこの言葉馴染んでおいてね、はいえー。営業賞金制度と比較しながら勉強していくことはこつです。保証協会について概要です。保証協会は一番下、ね、あのー、枠の中です。宅建業者のみを社員、構成員とする公益社団法人であり、うんえー、保証協会に関連する宅建業者を社員と表現しております。 え現在あ、これ後でさ、ネットで検索してみて、2つあります、全国宅地建物取引業保証協会、ハトのマークと、えー、不動産保証,業界、えー、保,保証協会、うさぎのマークの、えー、2つの保証協会があります。これ、両方加入できるんですかって言うと、話がややこしいですから、それやめてくださいと。えー、1つの保証協会の社員は、他の保証協会の社員となることはできません。 えー、それから、えー、保証協会の方の仕事としてこういうのもあるんですよ、新たに社員が加入した、また辞めた、えー、そしたらその旨を免許権者に報告しないきゃいけないと、あそうすると、こいつ保証協会入ったんだ、じゃあ営業所金いらねえなとかさあ、保証協会、辞めとんだったら営業所金協得しているのはこいつはなみたいなことがこう、えー、免許権者側も、ねまあ、分かるということですよ。まあ、一応これが、まあ、こういういととがありますと でそれで185ページのですがじゃあ保証協会のお仕事なんですけどじゃあ何やってるんですかって必須業務っていう言い方して必ずや,やるまあ苦情の解決なんだよねでまあかそのまあどこんな苦情があってこう解決したんだってことを、えー、これシェアするわけよね、うん、まあまああそうなんだこういうふうなトラブルあったんだ、えー、なあうちも気をつけなきゃなあみたいなねことになりゃいいかなってことでしょうかね、えー、それは研修業務 あの宅建誌や宅建業に従事するもの、宅建誌等、<laughs> また等を使って、えー、研修を,をしますと。えー、であと、弁済業務です、ここですね、メインはね、まあまああの出題。出題でのメイン、ここです。えー、社員と宅建業に関して取引をしたもの。でね、宅建業者が社員になる前に取引をしたものを含みますと。だから、営業保証金自体の、えー、トラブルで。その後、ほら、保証協会にさ入っちゃったらさ、 あの営業保証金はその卓金業者に返しちゃうしうんってことだよねで補償協会入ってからその昔のトラブルが勃発して発覚していやあれ金だなんだった時にさあどうするとそしたらまあうがないわね補償協会の方で供託してる弁済業務補償金から弁済をするとまあそうせざるを得ないですよねうんだから昔のトラブルも引き受けちゃうんだよねはいただまあ卓金業者除くとまあそんな話 えー、メインとなるのはジョン先生やっぱり弁済業務です加入している宅金業者が顧客に損害を与えた場合保証協会が供託している弁済金保証金ですねこれから還付することになります保証協会に加入する前の取引であっても還付の対象となるんですよねとまあこういうことで今お話ししたのがこちらの話だねえー、だからまあだからさ あのそのイラストの際にさ社員となる前の取引も再取引の取引の再建も還付の対象とするからなんか札付きの悪がさ入れたくないよね, <laughs> ね絶対お前トラブル抱えたまま来るだろうみたいなだから社員の加入の際に担保もしそうなった時にお前ちゃんと金あるんだろうなっていうその裏付け、はい、これを要求する、まあ、だつまりほらあのゆる保証協会のほうに、まあまあ、簡単に言うとみんなに迷惑かけちゃうけどね免税債権も金から。 カンプル。だからそれでお前速やかにそれ補填できんだろうなみたいな裏付け、お金の裏付けを担保って言うんですけど、えこれを要求することもできるんですね。はい。<laughs> そうだよね。うん。人、え、形、ー、業務です。これはまあやってもやんなくてもってことなんだけど、えー、一般保証業務、えー、でとか手付金等保管事業、完成物件の手付金等の補填措置、えー。初めて聞いたって人は、はい。 え何もやってないということがここでわかるわけですよね。あとで見といてよ、手付金等の保全装置。えー、研修費用の情勢とか、まあ、一応こんなことをやると。さあ、そしたらね、えー、と出題のメインとなります186ページからいきましょう。弁済業務保証金、まあ、こういう言葉が出てきました。それと分担金って名前が出てくるんですね。 この分担金っていうのが、まあ、加入料みたいなもんで、えー、じゃあちょっと見ていきましょう。加入手続きと、え弁済業務、保証金、分担金の納付なんですが、すっきり条文、丸1。保証協会に加入しようとする卓建業者は、え保証協会入りたいんですけど、と、こういうふうに、まあ、言うわけね。そうすると、加入しようとする日までに、弁済業務、保証金、その次、ちょっと、分担金って言葉、ちょっとぐりぐりまくっておいてね。あの、今現在、 かなり多額のですね、弁済業務保証金っていうのを供託してるわけよ、保証協会が。で、新しく入ってくるメンバーに分担金っていったものをまあ持ってきてもらって、その分担金をですね、今まで供託している弁済業務保証金にこう積みますみたいな、なんかこう追加でこう入れていくみたいなね、感じになるわけなんですけども、ですんでまあ分担金、加入料ですね。これ保証協会に納付しなきゃいけないと。まあそうよ。まあなんでもそうよね。 う加入しようとするときにじゃあお前加入料持ってこいみたいな話になってくれでいくらですかっていうと、えー、納付する弁済業務保証金分担金の額なんですけど主たる事務所本店60万住たる事務所支店ごとに30万でいいということでまあいいんじゃない随分安くていいんじゃないですかっていうジョン先生営業保証金と比べると分担金はずいぶん安いね主たる事務所だけだとすると60万でいいとでどうするかっていうと保証協会は集めた分担金を弁済業務保証金として供託するわけですね でここでの注意です、ちょっとなみません分担金は金銭のみで納付ってことになってます。まあ、現実的にはですね、あのー、銀行口座に振り込むみたいな形になってるんですよね。ですんで、有価証券振り込めないですよね。だからやっぱ、分担金はこれ、金銭で,で、保証協会っていうのも、まあ、東京にまあま、あ本部があるんですが、まあ、全国にあるわけでは、北海道から沖縄までえ、そこでそれぞれの支部単位でいろいろ活動してるわけなんですけど、 ねえー、でそれその全国各地の卓建業者が、えーまあ、分担金は何だ、ね、でだから、一括で管理しておかなきゃいけないもんでね、やっぱそうなってくるとやっぱキャッシュってことになっちゃうんですよね。はい、現金のみです、分担金はね。えー、そうそうキャッシュオンリーでお願いしますなおね、分担金を納付後に新たに事務所を増設って人もいるじゃないですか、そうすると事務所増設後2週間以内に分担金納付ってことに。 えー、なってますで事務所という体を作ってんで、体が整いましたら、えー、2週間以内にと、それでね、金球局にはちゃんと書いてないんだけど、やっぱね、あのー、この分担金納付してからじゃないと、あのー、新,新しく増設した事務所での事業開始とは、ちょっとやめてくれみたいなことには一応なってみたいですよ。 うん、でそこのところはちょっとこう、えー、はっきり書いてないんですね、業績でね、えー。ですんで、えーとねまあ、出るとしたらあの事務所を、えーまあ、作りました新しく作りました、年週間以内に分担金入れろと、まあ、そんな程度です。えー、さあ今度その次に、弁済業務保証金の供託と言葉が今度。 分担金じゃなくて、弁済業務保証金ですね。でこれはあ、保証協会が協託するという、えー、ものです、えー。すっきり条文、丸一。保証協会は、弁済業務保証金、分担金の納付を受けたときは、えー、その日から1週間ね、ちょっと波線を。まあ、60万だ、30万だ、全国から、えー、集まってきましたと。でそうすると、まあ、一応、キャッシュオンリーで、ババボンと来ると、えー。それをですね、えー、まとめまして。 ですから、まあえー、月曜から金曜までのやつを金曜日の、まあ、午後に持ってくみたいな、まあ、そんなような感じになってるんじゃないかと思うんですけどね。えー、1週間以内に還、えー、付を受けた額に相当する額を、つまりまあ納付を受けたキャッシュ額ですね。あのまあ納付を受けた額で、分担金の額ですね。これを弁済金務保証金として、えー、まあ、供託すると。まあ、積み増していく形になります。で、これ、どこかっていうとね、 これあの全国の宅建業者のそれぞれ主たる事務所の盛り土の教材はキりがないですからここも1箇所に集約してます。で表現としては法務大臣および国土交通大臣が指定する教託所、えー、1箇所ですで。実際はこれ東京法務局というですね、えー、東京都の千代田区九段下ってところにですね東京法務局ってありまして、えー、そこの4階かな。 ああそこは供託所になってるんですけども、えー、そこでこう言ってるわけでかなりのね額がもうすでに供託されておりますそこにこう追加していくとボンボンボンとね1週間以内にと、えー、それでですね保証協約の丸に「米金保証金を協託した時は社員である宅建業者の免許権者に供託した旨を届けてなきゃならないと」と、えー「お宅が免許を出しましたこれこれ」って宅建業者が分あの、まあ、保証協約入ってね部分だけ入れたんで、えー、その人の 分担金を、えー、弁済金保証金として供、えー、託しましたよってことを保証協会の方が行くわけよ。でね、あの保証協会を勉強する時のコツなんですけど、えー、加入した宅建業者が直接供託所に行くとか、うん、何かするってことはなくて全部保証協会が、うん、あのそういった事務作業っていうのかな、えー、それを担当するわけよ。保証協会の方で何かやると。 まあ、そうじゃないと、まためんどくさいんじゃないですか。とにかく、ほら、窓口は一本化してほしいみたいなのは、まあ、まあ、我々の社会でよくある話じゃないですかね、えー。ちょっとそういうイメージで言っていただけると。えー、187ページですげ一番上今度は1週間ですと。ね。えー、笑いと。めんどくさいな、2週間で1週間だってね。<laughs> まあ、そのうち慣れるから。そうそう。まあまあ、ちょっと辛抱せいと。 あだから何回かテキストを読み直したり、問題とかあれを解かなきゃダメよ。だんだん頭入ってくるから、うん。いや最初からうまく言い訳ないじゃないですか、それも。ね最初はだって、子供の時に自転車乗り始めた時思い出しよって思い出せねえよな、もう女昔の話やな。<laughs> あの子供なんか見ててもさ、最初はずっこけたりするんだけど、ある日やるとき思い切って、えいってペダル漕ぐ瞬間が来る。そうすると、スッとこう行くじゃないですか。まあ、あの子供の方の覚悟も決まるというか、まあ多分まあ、 子供ってちょっとずつ、ちょっとずつ、ちょっとずつじゃないや1日単位で結構でかくなっていくじゃん、筋肉とは。<laughs> だから、から勉強も同じでさ、あ,のーまあ、ある日ある時、いきなりドンと筋肉がつくから、まあ、ちょっと辛抱してちょうだいよね。あしょうがねえじゃんだって、まあ、20万人から受ける試験で上位15%に入るなその20万人だけど、まあ、大体普通の人が受けてますから、普通の人。 より、まあ、ちょいちょい、ちょっとこう、辛抱した人が15%ぐらいなんじゃねえのみたいなことなのかと思うんだけど、まあまあ、そういうことで、えー、っと、187ページ。えー、今度は週間です。かっこ笑いで、どこの教託所に教託するかというと、法務大臣及び国土交通大臣が指定する教託所です。で、実際には、東京法務局ね、どこって人はネットで検索してみてね。はい。 えっと、重要。宅建業者が供託所と供託したり、免許権者に届け出したりしない。保証協会を行う。さっき言った通りです。あの宅建業者がバラバラ単品で来られてもめんどくさいんでね、窓口一本化ということになります。猫、えーね、ちゃん、営業保証金の時の下る事務所の模様の供託所と間違えないよく出してくんなよ、これ。なんでかなって。多分さ、営業保証金と保証協会さ、表面的にターッと、 なんか、えー、チュラチュルチュルってテキスト見召してみたいなさ、やつだと、まあ、ごっちゃんなんじゃないかな。あ,あでそんなレベルで受けちゃうやつがいっぱいいるわけなんだけど、そこ、そういう人たちをもう全部、引っ掛けようぜっていう趣旨だと思うんだよ。ただ、ほら、本質が、なんていうのかな、あの趣旨、趣旨っていうのだから、保証協会に入って保証協会が一本化してやるんだって趣旨がさ、そんだけだよな、分かってりゃ別に、どってことね引っ掛け問題が、やったらいっぱい出て。 それが延々と出続けるってことはですねやっぱその程度しか勉強しない人がいっぱいいるっていうことになってくるからそんなやつに負けるんじゃねえぞ「宅建ダイナマイターズの諸君」の処分ねえー、応援してるからなさあジョン先生あと分担金はキャッシュオンリーだったけどあそう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  分担金はキャッシュオンリーだったんだけど、その分担金がまあ、ダラ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 こう、来るわけよ。で、かなり、まあ、ある程度のまとまった額になるとするじゃない。で、保証協会は保証協会で国際証券を引き受けてたりするわけだよ。買ってたりするわけだよな。だから、保証協会の方でキャッシュ使いてってことだったらば、保証協会が供、えー、託する弁済義務、保証金におきましてはですね、 あの有価証券を仮に持っていくということでも別に構わないそうです。えー、分担金はキャッシュオンリーだったけど、保証協会が弁済業務保証金を供託する際は、有価証券に当てても良いです、えー。換算率、国際証券だったら100%で、地方債だと90%、まあ、あれは一緒ですよと。まあ、そんなことで、187ページでございました。じゃあ、そしたら次の音声講義では、えー、弁済業務保証金の還付。 まあ、営業保証金も還付って言葉を使いましたけど、まあえー、その仕組みをですねご案内したいと思います続きの音声講義どうぞお聞きくださいさて、えー「保証協会制度」ですけども今度は188ページの四角の2番「えー、弁済業務保証金の還付って、えー、これ言ってみましょう。うまあこ,れこの えー、仕組みですよね。はい、じゃあ概要です。社員である宅建業者と、えー、宅建業に関する取引、この辺は営業保証金と一緒ですよね。宅建業に関する取引のよに生じた債権は、えー、弁済業保証金からの還付対象となりますと、えー。何が違うのかなと、営業保証金の場合とは異なり、還付を受けるにあたり、そこ並線次ね、保証協会の認証。 保証協会で、えーまあ、そのな、還付額、損害額っていうのがね、その認証を受けると、えーまあ、そんな規定があります。えー、それから還付重当金の納付方法、うん、とかね、まあまあ、簡単に言うとさ、まあ、保証協会に、えー、まあ、持ってく、お金を持ってく、まあ、保証協会を通してやるということが、まあ、営業保証金との違いなんですけどね、えー、そこの辺 見ていきましょう。では、き括弧の1番でございます、営業保証金の完付ですね、えー、では四角の中 ①、丸一番、保証協会の社員と、宅建業に関し取引をしたもの、宅建業者が社員となる前に取引したものを含み、えー、宅建業者を除くはと、えー、その取引により生じた債権に関し、その、そのこういう言い方だよね、その社員が社員でないとしたならば。 供託すべき営業保証金の額に相当する範囲内でさらにその次並線保証協会が認証ね保証協会が認証した額この弁済を受けることができますそうなのそれでね弁済業保証金が還付されましたよとそうするとまあその所定の金額からまあいや足りなくなるわけよねですんでこのね あのー、べその不足額ってのはこれの保証協会あだって保証協会が弁済業務保証金っていうのを供託してるわけだから,、えー、だから保証協会がこの、えー、不足額をさ還付相当額を供託しなきゃいけないよね、うん。保証協会の名前でやってんだから保証協会がやんなきゃいけないでしょう。うということで丸2番「保証協会は」と「弁済業務保証金からの還付があった場合には」 まあ、国土交通大臣からね、これはまあ国土交通大臣です。はいあのーまあ、まあ国の機関っていうことになってますからね、はいえー、供託上がね、えーで。その旨の通知があった日から2週間以内に、この辺の,数字,数,字のかか数字は一緒ですね、2週間はね。はいえー、官府相当額を供託しなきゃならないと。まず保証協会が供託する。まあ、当然ですね、保証協会は供託しますけど、その官府相当額を。でもそれ、原因作ったのお前だろって言うんで、 えその宅建業者からね、まあ、そら入れてもらいますよ、官府相当額をね。えだけど、それはそれなんだけど、あの、まず、あの、まあ、矢面に立つのは、まあ、まあ、この、官府重当金の供託っていうね、局面で言えば、まあ、矢面に立つのは、まあ、補協会だっていうことになっちゃうんですね。えではあ、ジョン先生です、宅建業者が60万の分だけ納付していたとすると、営業保証金に換算すれば、限度価格は1000万。 えー、90万だと1,500とかそういうふうになるわけよね。えー、で、えー、あと、弁済を受ける額について保証協会から認証ね。はい、この辺が保、営業賞金との違いがあります。えー、さっきも、ね、ご案内した通りです。189ページ。そしてですね、弁済業務保証金から還付があった場合、協託所じゃなくて、国土交通大臣から通知が来ます、えー。そしたら、その還付相当額を、 えとそこちょっと波瀬不いで保証協会が補填教託ってことなんだとりあえずの肩代わりみたいな形かなうんだからその社員にあのちょっとお前俺たちが肩代わりしてんだからよと、うん、いうことで還付重当金を保証協会に納付なんですねえ教託という言葉は教託所にえ教託ってことですから保証協会がやるわけよで保証協会 がさうん、うちに持ってこいっていうとこ保証協会に納付というふうに、ね、なるわけなんだね、えー。じゃあそしたらじゃあその還付重当金の納付はいえー、っていうのを見ていきましょう。 またほんでさまた保証協会をさやめちゃうといいんだよねこのどさくさで <laughs> ねだから社員であったものって言葉も入ってますよはいえー、だからまあええー、まあ追っかけるわけですよねはいであっても対し、えー、官府相当額の官府重当金これをですね保証協会に納付すべきことを通知しなきゃいけないとそうだよねうんだってね逃げ得逃げ得っていうかなんていうのかなあ みんんななのお金かからら出してもっっっちゃったよかったよででむわけないんですよねなんだ,だからこういう風になって。だから ② 番、この通知を受けた社員または社員であったものが、まあ、2週間以内にで。用意できるかな2週間以内に、えー。通知された額の還付重当金を保証協会に納付しなければならず、えー、納付をしないとどうするんですかって社員の地位を失うってなってますから。 まあ保証協会からまあ離脱ということ、まあ、追い出されるみたいなことなのかな、でさらに、あれだよね、んじゃあ、やろうかな、他建業やるんだって言ったら、今度は営業保証金の供託という、なんかちょっと、さらにいばらの道感が <laughs> ありまして、まあ、ちょっとピンチなんじゃないですかね。 えー、イラスト見ていきましょうかまずあの業者さんとお客さん、えー、取引をする損害を受けるで保証協会からの認証っていうのをもらうんですねで認証された額を教託所から還付とさあさあ不足額です教託所に不足額の教託をするんだけど大臣からの通知が来るわけだねで保証協会が来ますで保証協会が不足額の教託をする5番6番と。 えだからでもこの6番のお金というのは丸7番、官府重当金の納付の通知をする、ね、その官府重当金の納付がされてそれで6番に当てないだからりゃ5786という順番だったらいいんだけどその56は、まあ、やるにしてもだからこの 7, 7番で8番がないって可能性もあるわけよ。そうすると保証協会、大損を濃くみたいなことに。 なっちゃうよ、ね、それどうすんだろうなって話はカンプ充当金の納付、うん、でまあまああとさ、まあ、さっきも申し上げましたけどねあの宅建業者さんに誠意があるまあお金があるあとまあちゃんとお詫びの気持ちがあるなんつったらいるかなすいませんみたいなことがあればさこのまあ営業保証金にしろ弁済金も保証金にしろそっからのカンプみたいな詐欺にはならないわけなんだよねうんまあそういうことは しなかったないしはできなかった。じゃん。もう8番の還付充当金のさ、ここがキモいよね。ああ、だからね。すいません。宅建業者がね。あの直接供託所にその還付充当金を供託するなんていう。そういうことはできないですよ。できないだって。保証協会という保証協会が供託している。弁済金保証金なんだから保証協会が供託するとだから、あくまでもこの業者さん、社員さんっていうのは保証協会に何かを。 納付するとかね。うん。そういう、まあ、形、スタイルになるわけだ。ちょっとここのところ、ご注意を。とにかく間に保証協会が入ります。えー、では、190ページを見ていただきますと、今度、こういう話になってるんですよ。弁済業務保証金準備金。こんなんあんのね。あとね、特別っていうのはついてるわけ。弁済業務保証金分担金と。こういう、これ何でしょうかっていうとね、 あのー、さっきの189ページかなあのこのページ見,見てもらうと5番6番7番8番っていうのがあったじゃん5786っていう、ね、5786 <laughs> なんかねボートレースみたいですけどね <laughs> そんな4連単とかないけどね57 <laughs> ちなみにボートレースは1から6、まあいやそれいいやはいいや,いいやそれでですね、えー、だ8番がなかったっていう時なんだけどで保証協会に金があれはいいんだけど ね、だからちょっと準備金っていうのも用意しとけっでいよいよ準備金突っ込んで足んなくなったらどうすんのみたいなこのいよいよピンチですよね保証協会がピンチになっちゃうっていうカギカッコさんも読んでいきます。べえっ、ー、とねジョン先生「宅建業者が倒産などしちゃっていて還付重当金の納付がない場合も考えられますどうすんのとまあねでそんなもしもの場合のために用意しておくことになっているのが弁済業もおっし準備金ってなります。 えー、この準備金を別途ね積み立てておかないきゃいけない、まあ、今準備金あのよだからあの1社がどうのこうので保証協会がどうのこうのってことにはまあまあなんないんだろうけど一応ね、まあ、法律ですからこれ年には年を入れてということで準備金という、えー、概念概,、まあ、概念ってこ,こういう名目のね、えー、お金も用意しておいてくださいと。 でその準備金を使っても穴埋めできない巨額損失。そんな、一体どれくらいのなんかさ、トラブル起こしたらなんですけど。えーで、まあ、まだから、もしもこうなった時に、さらに万々万が一こうなった時にってことよね。えー、巨額損失だったらどうなるのかと。で、準備金使ってもですね、もうダメだ。はい、そうなったら他の社員みんなで分担。ふざけんなって話。なんでお前、なんで俺がお前、その、あれなのよ。ね、連帯責任みたいな感じじゃない これをですね、特別弁済業務所期分担金といって、社員に対し、まあさすがにまあ2週間っていうのは、だって自分関係ないんだもんね。<laughs> だってうち関係ないじゃん。え、何どこの会社が何やったのみたいな話よ。えー、えー、何やばいんだ保証協会が。えー、特別弁済業務所期分担金払えてよ。100万とか。えー、みたいな話になってる <laughs>。だから一応ここは1ヶ月になってるね。1ヶ月。 いやだねはい、自分の起こした事件じゃないんだけど、通知された額を特別面積保証金として、えー、特別面積保証金、分担金ですね。あとにかく、ま、あの保証協会に持ってく、納付するお金のことは分担金。まあ、お尻に分担金がくっつきます。はい、で納付できなければ、社員の中心者え踏、ー、んだり蹴ったりですよね、なんかね。なんかこういう、なんか、あの、なんか、なんか,なんか、悲運な感じがしますけどね。 えー、ということでございました。さあ、じゃあ、そしたら今度3番ですね、えー。保証協会、これで最後になります。えー、米債業務保証金、分担金の取り戻し、えー、社員の地位を失った場合、さあ、どうしましょうかと。ええー、とね、概要です。保証協会の社員の地位を失った、まあ、社員を辞めた場合、それから一部事務所を廃止した場合、まあ、こんなことが考えられますよね。えー、卓建業者は、保証協会に納付した分担金相当額を返還してもらえます。えーで、まあ、分担金を入れたんだから、分担金 まあ同額が返ってくるとまあこういうい話よね、えー、段取りとしてどうするかっていうとこのえ宅建業者が納めた分担金なんだけど弁済業務保証金の一部になっちゃってるわけだからまず弁あごめん、えー、と保証協会が弁済業務保証金の中からその宅建業者の分担金相当額をまず取り戻すよね。うん、で、えー、その額をえ宅建業者に返還するというプロセスを取るわけだよね。 まょうがなのはこういうことになっちゃう。で、保証協会辞めた宅金業者は営業所金を協力しないんから。まあ、宅金業やるんだったらな。うん。で、191ページでどういうプロセスで取り戻すんですかどうやって取り戻すんですかと。えっとね、社員の地位を失った場合と一部事務所の廃止の場合とで取り扱いが違う。でね、社員の地位を失った場合なんだけど、保証協会が弁済業務保証金から還付を受ける権利を有するものに対し、 まあ6ヶ月をくだらない一定期間内に認証を受けるために、えー、ため申し出るべき旨を広告、まあ、官報に載せるわけでは記事としてね。で、その期間内に申し出がなかったら取り戻すことができるんだって。まずだから、弁債業務保証金を保証協会が取り戻すという、まあ、その第一プロセスの時に広告をするんだな。で、6ヶ月、えー、待つわけよ。で、何でもなければ、えー、それを、まあ、分担金、ね、まあ、60万だっていうんだったら60万を。 すするととそういうういことになっちゃうんですね,、はい、でね一部事務所廃止の場合はこれ営業保証金の時とは違ってですねあのこれ広告しなくていいんだってうんでちょっとここ違うんだよねはい営業保証あジョン先生営業保証金の取り戻しの場合と異なり保証協会が広告そらそうだよだってだって弁済業務保証金ってのは保証協会が供託してるんだから、うん、その弁済業務保証金を 保証協会が取り戻すすっていうプロセスですよねだから保証協会が広告をするってことで,、うん、でと,とにかくねあの卓、ー、権業者メンバーでの宅卓業者が、ねね、なんか独自に何かアクションを起こすってことはないんですよでも保証協会が、まあ、代わりにやるんだみたいなイメージ、うん、でまず保証協会が広告をする保証協会が取り戻すでそれを返還するとまあこういうことね 猫ちゃんか、じゅうたる事務所を廃止したときは広告いらない、ね。ちょっと違いますでしょ、営業所金とね。とりあえず、あなるほどと、それでいいです。えー、じゃあ、その下のイラストはこうご覧になっておいていただければと思います。あそれでね、書きかっこ2番か、保証協会の社員の地位を失った場合なんだけど、これね、1週間、そこちょっとマーク。社員の地位を失ったときは、保証協会の、ね、地位を失った日から1週間以に営業所金、強都く うーんだから保証協会にも加入しない、営業所金も強同しないという中途半端な状態をすぐ解消させたいんでということで1週間ということになっているそうでございます。はい、以上、保証協会でございました。でね、次の192と193、ちょっと合わせて、えー、やっちゃいますね。えっ、ー、とね、教託所等、<laughs> 出たよ、等、好きだね、はい。と等に関する説明。 重要事項の説明と同じタイミングなんだけどね。だから、重要事項の説明に組み込みはいいんじゃねえかと思うんだけど、まあ、そうもなってねえんだよ、これ。ね。えー、教託所等に関する説明とは何ですかと。営業保証金制度や保証会制度によって、宅券業の取引の安全性を確保されては、あ、あの、全く安全か、まあ、ある程度ってことよね。えー、安全性は確保されているものの、一般的には馴染みが薄い制度ですよ。ね。皆さんも知らなかったでしょね。 最初最まあ、あんまあまあ、知らない人多いんですよね。そこで、えー、宅建業者に営業所金を協託した供託者はどこか、保証協会に加入しているのであれば、どこの保証協会なのかを説明させることとしてるんですが、いつまでにやるんですかっていうと、書き括弧1番で、契約が成立するまでの間になのね、えー、枠内を読んでいきますと、宅建業者は取引の相手方、タウ、宅建業者を除くに対して売買交換、貸借の契約が成立するまでの間に、協託者タウに関する一定事項を説明するようにしなきゃいけないと。 保証協会の社員でないんだったらば営業所金を供託してる供託所おびその所在地あの額自体については説明しなくていいんだってね。まあな <laughs> ね1,000万ですってあえて言うと何動揺するからなのなんか。 わててかんない、そういう色、わかんないな、わかんないんだけど、なんか額自体で。まあ、とにかく営業所金協定しますんで、えー、何かトラブルがあったときは、営業所金はこの協定所からキャンプ、えー、ここからあの弁済しますね、みたいなことをこう、ぴろぴろっとこう言うわけですね。で、保証協会の社員だったらば、社員である旨、 保証協会の名称、事務所の所在地、まあ、鳩田、うさぎ田ですよ。えー、弁済金,金,金も保証金を供託して供託所。ほ弁済義務保証金を供託する供託所と所在地っていうのは、東京法務局、中央大九段下っていうのこれ決まってますけどね。一箇所しかないんだから、保証協会がね、供託する弁済金も保証金のね、供託所がね。えー、193ページ、この供託所等の説明ですが、重要事項の説明と同じく、契約が成立するまでの間になんですね。でも、重要事項として説明すべき項目じゃない。 だからさ、まあまあ、でも、でも、事実上さ、あの、重要事項の説明の,の中に入れちゃってるケースがあるんだけどね。だからまあ、たっ士氏が流れで説明をしてますけど、そう。だからまあ、だから別の話だって、まあ、なんでこういうことやんまあ、めんどくせえなと思うんだけど、一応別は別なんだって。はい。えー、説明すべき相手方はどうなってんですかと。えっ、ー、とね、これ、売り主や貸主側には説明じゃない。 まあまあ、でもね、ここまでそんな細かいとこは出てこないから、一応、教託所等に関する説明ってのもあるんだなと、えー、そんなに出題されてないですけどね、あの選択肢1紙2紙で、えー、まあお目にかかるときがあると思いますんでね、その時はこのページをなんとなく思い出してもらえればというふうに思います。はい、以上、193ページでございました。じゃあ、そしたら音声講義、次はね、監督処分と罰則、えー、続きやっていきたいと思いますんで、えー、続きもどうぞお時間あるときにね、お聞きください。 さあそれじゃあですね194ページですね、たあ今度はあれか、あ監督処分と罰則ですね、セクションの4でございます。えー、卓漁法の精神にね、えーく、欺くやつ、天罰、ばん、で悪を切っておりますけどね。 いや、面白いですね、イラストがね。はい。えー、四角の一番で、宅建業者に対する監督処分。うん、です。えっ、ー、とね、宅建業者に対する監督処分と、宅地建物取引士に対する監督処分。ちょっとこれ分けてね、ご案内していきたいと思います。えー、まず、業者さんの方ですね、えー、概要です。宅宅宅建建建業業業者は宅業を営むにあたりましてですね宅業法や まあその他関係法令を遵守し業務の適正な運営と取引の構成を確保しなければなりませんと卓建業者が法令を守らない場合監督処分を受けることになります卓建業者に対する監督処分としては3つ指示、えー、処分業務の停止処分免許の取り消し処分の3つがあります、えー、じゃあそしたらば鍵括弧1番で、えー、公開による聴聞監督処分の広告というのがありますので読んでいきましょうすっきり条文一 国土交通大臣または都道府県知事は監督処分をしようとするときは聴聞、えー、公開による聴聞を行わなければいけませんと指示、まあ、処分だ業務停止だあ免許の取り消しだ、まあ、こういうことやるわけですよね、はいまあ、やっぱり、まあ、密,室密室で、ね、非公開でってのもちょっと何でしょうからいやだってほら業者にしてみればさ、まあ、免許取り消しだ業務停止だなんて痛、ねまあ、手があるわけですからねですんで公開による聴聞ということになっています えー、ただ、すぐに来いっていうのもなかなかね聴聞やるから来いっていうのもあれだから、まあ、丸二番でこうなってるんですよ。聴聞を行うにあたり、その期日の1週間前までに、えー、処分対象者に書面による通知をし、かつ聴聞の期日と場所を公示、えー、聴聞工事しなければならないと。えーとねまあ、役所に行けますと、ですね掲示板みたいなのがまあ,こうありましてね、はい、でそこにこの工事事項がね、 アナログ的にですね画鋲でこうで止まっているというね、あ,あったりするわけなんだけども、ああ業者さんにもですね弔問工事えがこれ行くわけですよね、通,通知があるということですね。それで、丸3番で国土交通大臣または都道府県知事は、宅建業者に、あえっとね、 その業務停止処分をしたとき、または免許の取引処分をしたときは、その旨を広告となっているんですよ。まあ、だ,だから、東京都知事業者さんに、ね、えー、東京都知事側がですね業務の停止だ、えー、免許の取引しだと。そうすると、東京都が出している広報っていうですね、えー、まあ公式的なこう、まあ、新聞というのかな、まあ、広報というのがありましたそこに載こ、えー、っかりますし、あとはホームページにもまあ掲載されたりしますが、指示処分のときは、 これはですね、えー、この恥ずかしめがないんですよ、うん、こいつ業務停止になったんだぜと、こいつ業務あの免許取り消しだぜ、こうこうこんなことやったんだぜって書いてあるけど、まあ、結構ひどいんですよね。指、ま、示、あ、処分の場合はそこまでは、えー、社会的信用を云々と。 をね落としめるみたいなままあまあ社会的制裁というのかな、えー、そういったことはないような形にはなってますまあ改めてくれりゃいいってことなんでしょうね指示だったらね、えー、195ページ一番上ジョン先生国土交通大臣や知事が監督処分をするにはあらかじめ公開による聴聞を行わなければなりません業者に釈明の許可を与えると、えー、3つある監督処分のうち、えーとね、この監督処分した時の広告ねはい えー、これは業務停止処分と免許取り消し処分ですし、処分については広告されません、えーまあ。たまに出題されたりしますね。プラスアルファ。広告は官報第1が処分した場合は広報、えー、知事が処分した場合に、えー、行われますと。うんとね、皆さんちょっとネットで検索してみてください。はい。誰がどんな、なってるかっていうのね。はい。結構、結構、しみじみ見ちゃいますよ。あら、これひでえな、みたいなね。で、卓研業法を一応、まあ、一通り勉強した方ですと、より、 深く味わえるということだ、ね、え括、ー、弧の2番、えー、監督処分をする者誰がねこの監督処分できるかっていうと、まあ、免許権者はできるでしょうと、えー、それはいいんだけどじゃあすっきり条文の丸ちょっと丸1ね免許権者のほかそこね他の都道府県知事ってところを並瀬振といて他の都道府県知事も まあ、免許権者いいがいいなんて言ってますけどもその都道府県内で業務を行っている宅建業者、まあ、それが大臣免許業者かまたは他の、ね、知事免許業者か分かりませんけども、まあ、あと自分のところの免許業者でも、まあ、当然、まあ、それは免許権者ってことできますけども、えー免許まあ、自分で免許した業者じゃないんだよって言うんだけどまあうちの都道府県内うちの県内で何かやっとるぞこいつはと誰なんだと。 はいえー、大臣免許を受けた何々ですと。あ、うんかそうかと。いやこれね、えー、他の、まあ、何々県知事免許業者の何々がうちの県で割らせやってんですよと。そうかってことになるんですね。となるとこれはね指示処分と業務停止処分もできるんですよ。はい、ただね丸二番にも書いたけどそりゃさすがにね免許の取り消し処分は免許検査じゃなきゃできないんですよ。だって免許してないわけですからね他の都道府県知事っはね。 だから、まあ、指示処分、えー、業務の停止ってはできるけども免許の取り消しってのはまあそこまではちょっとできないと、えー。ジョン先生、都知事免許を受けている宅建業者が千葉県内で業務を行っている場合でそこでなんか悪さをしているわけですね。そうすると、都知事免許業者は当然まあできるけどもいやここはポイントは千葉県知事業務地の知事も指示処分と業務停止はできるわけよ。 はいえー、で、産みの親、免許権者以外もよその親のの、よその親でも指示処分、小言を言うとか、業務低処分、まあ、張り手を食らわすって書いたけど、えーまあ、ちょっと分かりやすく言ってるよ。そうそう、でもね、免許の取消処分は海みの親しかできないとか、まあ、ちょそういうイメージかな。それでね、プラスアルファのとこちょっとこう見てもらった、ここはいいや、あの参考で、後で見ておいてもらったらいいです。えー、ポイントはですね、免許権者以外のあー まあ知事でもね、指、え、示、ー、処分と業務停止はできますよっていうお話です。では、196ページをご覧になっていただきますと、今の親の、えー、今の親じゃない、あのなんだ、生みの親だ、なんだってこう書きましたけどね、はいえー、その一覧を載せておきましたんで、あ、えー、でご参考までと。 えーとそれでですね今度、じゃあ指示処分とか業務停止とか免許の取り消しってこうやってますんでじゃあまあまちょっとそこら辺を少し見ていこうかそれが資格の2番です、えー、宅建業者への監督処分の種類なんですけど、えー、監督処分となる自由をすべて覚える必要はまあないですね、あのー、そこまでこう,うマニアックなのは出てこないですよ。 指示、えー、処分と業務停止処分は裁量規定、免許の取り消し処分は裁量規定でなく該当した場合は必ず取り消さなきゃならない。裁量規定っていうのは何々することができるって書いてあるのよ。ですることができるってわけだから、しないこともあるだろうと。まあ、その事情によっちゃね、というような,、えーまあ、なんだ規定の仕方。まあ、それは裁量規定特に呼んでるわけなんだけども。えー、そんじゃあですね、鍵括弧1番で指示、えー、処分。 なんだと読んでいきましょう、えー、免許権者それから免許権者以外の知事業務地の知事は宅建業者が以下のいずれかに該当する場合、えー、必要な指示、まあ、指示処分をすることができます。えー、と,1番2番は割とですねね抽象的だよ、ね、取引の関係者に損害を与え,る与えた恐れが大だと公正を害する行為のは、まあ恐れが大だと。 まあ、あえてこういうふうな、抽象的にしてるんでしょうかね、えそれから3番で、業務に関して他の法令に違反し、宅建業者として不適当だと、えー、そんなやつだよね、例えば、まあえーまあ、法令上の制限編でね、まあ、宅建業法終わりましたらやりますけど、そこにまあ建築基準法ってありましてですね、えー、建築物を建築するには建築確認ってのを受けてからだと、まあ、そんな話なのねで、建築確認を受けないで建築物建てちゃってと、それはけんたあの建築基準法違反ってことになっちゃうんですよ。 えそれでまあほら、建、まあ、売り分譲だなんてこと、戸建てをね、建売りで売るんだってことで、まあ、そんなような仕事を、まあ、建設業もやってるという宅建業者さんですとね、まあ、やっぱこうなっちゃうんじゃないの宅建業業務に関して他の法令に違反し、不適当だと。うん、だからまあ支持処分っていうことになることもあるんじゃねえかなと,、うん、ということだね。 そ4番で、たっけ氏が監督処分かわいそうなことに、たっ士、宅地建物取引士がです、ねまあ、重要事故の説明だなどの場合、まあ、そこでちょっと不,不適切なことをやるわけですよ。で、まあ、ちょっと大ごとになっちゃうとね、その実際に記名を応援して説明したというたっ士ん氏、これ呼び出され、弔問されて、ですね、えー、君ね、指、あ、示、のー、処分だよとか、事務の禁止って言い方になるけどね、事務の禁止だよ なんでそんなことやったんだあの、あの、宅建業者の命令でみたいな話になって、<laughs> そうするとですね、宅建業者おお、ちょっとお,お前な、宅建診に何させてんだ、こらーみたいな話になるじゃないですか。はい。ってことですね。はい。まあまあ、そんなことで。で、住宅貸し担保履行法がどうのこうの、これはまた後でやりますから、まあちょっといいです。まあ、一応、指示処分とはこんな感じだよで、一言一個覚えろということじゃありません。こんな感じだよ。 えそれから業務の停止処分になっちゃう場合なんだけども、まあ、免許権者、免許権者以外の業務中の知事は宅建業者が以下のいずれかに該当する場合これ1年以内ですね、まあ、そんな長く業務の停止っていうのもですねちょっとこれはどうかなってことになるんで、まあ、1年でも長いよね1年間仕事できないわけですから売上が飛んじゃうよね、うん、で業務の全部または一部の業務停止 だから例えばあの、えー何々、何々視点での業務停止とかね、それからあの新規の営業、うんまあ、いや、新規営業は業務停止とか、いろいろできるんですけども、まあ、一部ですからと。あこれもね、どの業者がどうなったかっていうのをちょっとやってみて、まあまあ、あのうんまあ、も,うもう最近よくにぎわしてる業者もあるからさ、<laughs> どことは言えませんよ、<laughs> 言えませんけど。 えーえー、そうか、銀行とのあれで、ああ、あの馬車のあれか、みたいなのが、<laughs> えー、ねえ、まあ2019年はその騒ぎがありましたけど、ちょっと皆さん調べてみてください。えー、でね、何やった丸一丸、○業務に関し、他の法令に違反し、宅建業者と不適当、さっきも指示処分にもありましたけど、まあ、程度の問題でしょうね。はい。えー、達見が監督処を受けた運命、これも程度の問題、指示処分に従わない、まあ、それは業務停止だよなと。 えー、宅勤技に関この辺がまあまあその丸4番たりはまあやや抽象的になってましてまあまあいろいろ弾力的に運用できるわけだよな。で具体的な話としては丸5で以下の宅建業法の規定に違反したと名義貸しの禁止だとか専任、えー、の宅建士の設置義務とかね。 従業者名簿設置してないとか大丈夫ですか卓金業者さ。帳簿をそあな、従業者名簿設置だとか、えで従業者証明書を携帯させてねとかえ、古代広告してるとか、取引対応、古代広告の禁止でおとり広告なんかやっててね、えー、業務停止になっちゃったあね、ありますよねあ。ネットで調べてちょっとい。あと、こないだのやつは、やっぱまあ,あれだな、卓、ま、金、あ、業らの話、不正、著し不当なんじゃないの 預金,通預金通帳の改ざんとかしちゃダメよみたいなね。はいはいみたいなね。うんな感じでございます。はい。えー、重要事項の説明とか契約書に交付しないというね。はい、大丈夫ですかそこの業者さん。危ないよだいたいあの、チクられますからね。<laughs> 最近はね。あ、それでね、やっぱりね、あのー、聞く話だけど、昔みたいにね、いい加減な、ちょっと対応が、まずいみ、あのね、 消費者側が勉強してるだからあのただ卓研取ったって宅研なんて卓研なんてってあれだけどあの合格者の3割だけだもんね業従業卓研業関係者はねあとの7割は、えー、宅研業、まあ、そのものじゃないという人なのよ、えー、ですんでまあいつまでも宅研勉強しない結果ね受からない営業の君ああ消費者の方が 詳しいかもしんないよ。うん、気をつけてね、みたいな感じで。さあ、勉強しようぜ、たっけー、みたいな。まあいいや、190ページ。<laughs> まあそんなわけです。業務停止はそんな感じ。えー、まあ下、主だった宅金業法の規定に違反した場合は業務停止になっちゃうというイメージで結構でございましょうと。えー、あとはちょっとご参考で結構でございます。プラスラファをとど読みになっておいてください。で、198ページの方も、 まあ、免許権者のみ処分できますよってちょっと書いておいたけどちょっと若干細かいかなと思いますんでねで住宅貸し担保履行法ってのは次やりますんでちょっとここはまあ後回ししてみてください、はい、さてじゃあそしたら今度ね免許の取り消し処分なんだけどでと免許の取り消しもね必ず取り消せって時と裁量的な取り消しってちょっとこの2つがあるんだよな鍵括弧3番必要的免許取り消しこれ必ず取り消せってわけなんだ 以下の事項に該当しした時は、ね、必ず取り消してちょうだいまず、結核自由に該当した、これはしょうがないよ。まあ、破産者になっちゃったとか、ね、えー、有罪判決受けてね、うん、懲役だなんだ、執行猶予になっちゃったとかね、うん、じゃないでそれから、免許返してねえとかあ、免許受けてから1年以内に事業開始しないとかね、うん、こういうケース、丸三番、えー。廃業等の届け出がない、うん、事実が判明したとか。 あと5番、6番、7番は、これはそのままドンピシャで結核自由にもなっちゃうんだけど、不正の手段で免許を受けて、免許を取り消された、5年間結核自由だよとかね。業務停止処分のいずれかに該当し、上場が特に多くて免許取り消し、これは取り消してください。5年間免許不可。業務の停止処分に違反した、うん、業務の停止期間中に営業してると、悪質ですね。免許取り消しと。業務の停止だから免許の取り消しじゃなかったのに、 取り消されちゃうで、5年間ダメと。まあそんなこと。で、免許の取り消し処分は免許権者だけです。必ず取り消さなきゃならないパターンですと。え、で、199ページはちょっとめんどくさいんですけど、いいか、最良だ。どんな時ですかっていうとね、えっ、ー、とね、まあ、取り消すことができると。まず、免許の際に付された条件に違反したと。 まあ、事業開始後1年間は報告せいでなんかちょっと報告滞ってんじゃないですかってあすいませんあの実はこうここでとうーんじゃあ次回行こうはねみたいなことなんじゃないですかねはい丸2番でえっ、ー、とね卓建業者法人であれば役員の所在または事務所の所在地を確知できないあの宅建業者のだから事務所か分かんないとかそういうケースですね いやなんか一応この宅地建物取引業者名簿に出てる事務所なんですがどうも跡形もないんですよねとね特になんかたまにほらえっ、ー、と住所者に行ってみたんですが、えー、どうなんでしょうえっ、ー、と会社がないようなんですがみたいな, <laughs> なんかそういうレポーターレポート的な,なんかレポーター的なまあテレビ番組のバラエティバラエティって言っちゃいいのかな,なんかそういうのもあったりしますけどあんな感じなんじゃないですかねでそうすると、うん、ちょっと 事実を告知だから行方が分かんないんですけど申し出てくださいっつってそれで30日間落とさがなきゃそれは免許を取り消すことができこれも取り消すことができるなんだよねなんでちょっと一応こういうのがありますよとああいう程度にしておきましょうあそうだからちょっとこのさ ここも皆さんね、自分の県で免許取り消されるやつ誰なんだみたいな、ちょっと検索してみてくれるで、そうするとね、こう、な割とリアリティを持ってね、この辺も、えーまあ理、理解というか、ちょっと近,近い気分、なんていうのかな、うん、なるかなと思いますんでね、ちょっとやってみてください。はい。では、あ続きの音声講義時間がありましたらね、お聞きください。 続きましてね、199ページですかね、えー、監督処分の続きです。今度は四角の3番で、宅っけに対する監督処分ですね。たっけ宅地建物取引士、まあね、まあ、プロですから、えー、宅地建物取引士がですね、まあ、重要事項の説明で消費者の信頼を裏切るようなことすると、ちょっといろいろ問題もあるわけ、問題があるというか、まあ、まあ、これは、まあ、そら、すったもんだしますよね。はい ですので、えー、概要を読んでいきます宅検師も法令を守ら,守らなければ監督処分を受けます。えー宅建えー、監督処分として指示処分、これね、事務の禁止処分ってなるのよ。あの宅検業者、事業,免事業あの、宅検業者の方だと、業務の停止ですよね。で、えーっと、取引士の場合だと事務の禁止とか、あと登録の少女処分、登録が消されてしまう。 えー、宅建業者への場合と同様監督処分をするには公開による聴聞それでね過去、たっけんがね何かの不正行為で登録の少女処分を受けたとか事務の禁止処分になったっていう宅っけがいるじゃないかと思うんだよなんでそれ、まあ、いるんじゃないかと思うなぜかというと広告がないのねやっぱこれ個人ダイレクトだもんねあいつ。 えーなんだよ、えー、ジムの禁止になってら、あの宅建師とかさ、うーん、だまあ、なんだろう宅建師としてだから、ま、うーん、そうね、どうなん、まあど、まあ今のところないのよ、うん、今のところ広告はないんだけど、まあ、こういう処分を受けた人はいるんじゃないかなと思います。はい鍵市監督処分をする者 誰ができますかっていうと登録知事、試験合格地、例えば、まあ、大阪府で受験して合格した,ったら大阪府知事の登録ってことになりますけど、はいえー、他の都道府県で大阪で登録して取引支出をもらってる人は東京で、えーまあ、働くなんてことは別に構わないんだから、まあ、東京都内の,その業務で、えー、不正なことをやったそうすると、その都道府県内で不正行為を行っているというにあのにこれも指示処分と事務禁止はできますよね。 ただ、登録の少女処分は登録の知事のみってことで、ここのところはまあ先ほどの免許のところと同じノリです。えー、200ページ。えー、都知事の登録を受けている宅建士が千葉県内で悪さを行っている。行っている。えー、都知事のほか千葉県知事も指示処分、事務禁止できますよと。まあ、同じノリですね、宅建業者の、ね、ところと。えー、登録の少女処分は生みの親だけ。ここも一緒です。えー、それで今度、宅建士のです、ね、提出返納ってところなんだけど、 あのっって持って持んじゃないですかあれね事務のあれを持ってるとで、まあ、あれ何で使うかっていうとさ、えーまあ、職務で法廷職務で考えると重要事項の説明をする際に宅検証を見せなさいってのありましたよね。だから事務の禁止ってなっててもはた、まあ、から見りゃまあ分かんないわけよもうこう。例えばおでこのところにさ事務の禁止処分を受けた宅検師なんてこう書いてあるんだったらね。 あ、こいつ何で銃接やってんのみたいな書いてあるんだけど書かないでしょそんなことね <laughs> でしょだからその宅建支証を取り上げちゃおうかみたいなことになってんですよ提出事務の禁止処分を受けた時は速やかに宅建支匠、宅地建物取引所をその交付を受けた知事に提出しなければならないそうで事務の禁止期間が明ければですねえ請求すればね、えー、帰ってくんだってあの都知事 まだ都庁県庁サイドから、あのー、あの先ほどご提出いただいておりました、えー、ク地タテーブの取引所なんですが、はい、事、え、務、ー、の謹慎が無事に満了しましたどうもおめでとうございます。こちらの方からご返送申し上げますが、えー、どうしましょう。あ何時頃ろに、あのー、お送りすればよろしいでしょうかね。あの午前ですか、午後です。そんな親切なことしてくんないですよ。はい。あのもちろんこちら発送元でですね、あの配送費出します。そんなことやってくんねえから。<laughs> あのね、あのー、これ、 取りに行かないきゃいけないんだよね。うん、あのそれで変変あの、そうそうあの、これね、宅検証ね、提出。で、返納、これはですね、登録の証書を受けたときは、もう返納ってのが返ってこないんですよ。そらそうだよね、登録証書ですからね。えー、速やかに他県書をその交付を受けた知事に返納しなきゃいけないいうこがあります。で、このね、宅検あすいません、あの、ジョン先生の下の猫ちゃんで、宅検市。 の提出となってますけどご本人を提出しませんで <laughs> すいませんでした宅検師うですね、ちょっとあのいも文字抜けておりました、脱字がございました、すみません、宅検師んの提出、返納義務に違反すると、これね、10万円以下の過料、ちょっと波線太いって10万円以下の過料で、過料っていうのは罰金じゃないんだよね、えだから、あのー、ね、起訴されて裁判を受けて刑罰としてっていう話じゃなくて、 うん、あの反則金に近いかなあの車運転する方ですあの青切符赤切符って、まあ、運転してない方は何のことか分からないですけど青切符に当たるのがこの加料反則金ということになりますまあでも10万以下ねちょっと払いたくないですからね、はい、ちゃんとやってくださいよということでしょうさてじゃあそしたらば四角の4番で宅建師 A の監督処分の種類なんですけども、えー、と指示処分、えー、事務の禁止処分登録の少女処分 まああそんなののががるよというのが200ページじゃあ指示処分と事務の禁止処分ってちょっと見ていきますこれ同じなんですね201ページ見るとね。指示処分はこう事務の禁止処分はこうじゃなくて同じになってんだからこれはね程度の問題なんだろうね。 えー、ちょっと読んでいきましょう。えー、登録をしている知事、えー、その他の知事は、宅検師が以下のいずれかに該当する場合、必要な指示、指示処分、または、えー、1年以内の期間を定めて、えー、宅検師としてすべき事務を行うことを禁止、えー、事務の禁止処分をすることが、えー、できますさあ、何やっちゃったの、彼らは。と。丸1、宅検業者に、事故が専任の宅検師として従事している事務所以外の事務所の専任で宅検師である旨の表示をすることを許し、宅検業者がその旨の表示をしたと。えー。<laughs> ダメよね仙人、うん、ってことですからその事務所にいなきゃいけない事務所にい他の事務所の専人ちょっとお前の名前出してい,い言ったら一切はっつって業者が出しちゃったってダメだっていうの。えー、宅建師の方がこうだから指示処分とか事務の禁止になっちゃうんですね。ねえそれから2番で他人に自己名義の使用を許し、えー、その他人が名義を使用して宅建師である旨の表まあなりすましだよね。 まあ、なかなか成りすますのもね難しいかもしれませんよ。宅建師長って言うと顔写真がありますからね。じゃあお前お俺に成り代わって重説やってこいと。この顔写真のとこどうすんの親指で押さえてピッて見せてパッと閉まっちゃえみたいな <laughs> そういうことなのかね。実際宅建師じゃないんだけどまだだ,だ,だめだとにかけダメそういうことやんないやんないぐらい,ないと。あと3番で宅建師として行う事務に関し一不正だ一時宿不当の行為だ十字句の説明をでたらめだとかね。 あそれはやっぱななんじゃないですか、はいえー、ジョン先生不正不当な行為をした場合だけじゃなくて実際に専任じゃないのにあるいは雇われていないのに専任の宅建師として免許申請に手を貸したりするような行為を、えー、してる人がねこ、えー、んなそんな人は世の中にいないですよ。<laughs> ねいないですよ。そういう宅建師はいないですもんね <laughs>、はいえー。手を貸したりしてる君 <laughs> 君 バレるとまずいよってことですね、宅っ士の名義貸しの、まあ、そのほか、たっけの名義貸しのような行為も分、分事務の禁止処分、対象となりますと、はいえー、念のためですけど、宅っ士としての事務というのは、重要事項の説明、重要事項説明書の決め、応援、契約書名の記名応援の3点セット、事、え、務、ー、の禁止期間中はできません、宅っけも停止という名の,の取り上げ状態になります。 とということだなあと、その他の知事が指示処分や事務禁止をしたときは、地対なく登録指示通知、まあ、一応こういう規定もございますが、それはそれにしときましょうと。まあ、とにかくね、指示処分と事務の禁止処分なんですけど、これ、違反の程度によるってことなんだよな、まあ、同じ内容、まあ、ということになってまして、じゃあ、登録の少女処分は202ページですよね。 えー、登録の少女処分、えー、登録をしている知事は、たっ氏が以下のいずれかに該当する場合、必ず登録を少女せいと、えー。登録の欠格自由に該当することになっちゃった。まあ、そのね、有罪判決を受けたとかさ、まあ、そういうことだろうね、懲役刑だとかね、うん。それから2番、3番、4番、5番っていうのは、これはもう、不正の手段による登録を受けて、登録の処分で、これはあの5年間欠格とか、まあ、ありましたけどね。 えー、不正の手段により、宅検証の交付を受けました、えー。事務の禁止処分に違反しました、事務の禁止処分に該当する行為し、情状が特に重いと、えー、いうことだと、登録の少女処分になっちゃいます。えー、それで、ジョン先生ね、えーと、登録の少女処分なんだけど、宅検士資格者、登録は受けているけど、宅検証の交付を受けていないものも対象となると。はい たっけん市,市、私学者の場合だと登録処分の対象としてう々ぬってなりますが、ちょっとここは参考で結構です。えっけん市の登録ぬのところ覚えているかな一応段取りだけ確認しとくとだな。えっ、ー、と、あ、ほら、あの、なんだ。たっけで資格登録だけしてるとかね。まあ、何の話かっていうと、67ページ、えー、067をご覧いただくと、 現在あ現在じゃない、あのまず最初に、現在じゃない、ま,まずさ、みんな合格してね、えー、宅研士試験に合格する、えー、これはまあ一生有効ですと、まあ、不正の手段で受験した運動ちょっとからあるけど、合格しました、えー、それで今度、登録、ライセンス登録をします、宅地、建物、取引、資格登録をしますと、でここの登録の段階で止めてても別に構わないですね。 えですが、まあ、皆さん、せっかくです、せっかくね、合格したんですから、まあ、宅地建物取引所まで交付受けちゃいましょうってことになるわけよ。まあ、まあ、そういうふうに、まあ、まあ、したらどうというふうにね、まあ、私は思ってますけどね、せっかくですからね。えー、で、取引所まで受けますと、宅地建物取引所という名前に、まあ、まあ、そういう名称、そういうふうに名乗れるわけよ。それで、登録までしてるという人でもさ、その登録の、登録の少女処分ですから、登録してる人も対象でしょと、まあ、そんな。 話ね、でちなみにですね、あの宅地建物取引士資格試験っていうのは、昭和33年からスタートしてまして、ね、あの最初はあの宅地建物取引員って名前でうんぬんだと、まあいいや、それでまあ合格をまあしてる人がいっぱいいて、で合格してって、さらに登録してる人、だい100万、105万つって言ったかな、まあ、今のところ、はい、この音声講義を収録してる現時点でね、100万百五105万だったかな。 えー、でさらに、宅建けの交付を受けているのがうち50万人だというふうに言われていますで。50万人のうち実際に宅建業界で働いている方30万人で,そ,うでそれが12万3000業者の中で散らばってると、まあ、そういう話でだからちょっと足りねえっちゃ足りねえみたいな。<laughs> <laughs> 合格した人でだからねどこ行っちゃってんだよみたいな人もいっぱいいるしょ、他県省までこうふけて、他県業でやってねえのが20万人で、まあうちえー、そのうちの一人が我々みたいな、<laughs> なんか <laughs>、まあ、いますけどね、はいはいまあ。そんなわけでございました。はい、202ページ戻っていただければと思います。じゃあ、そしたらば、えー、とじゃ行政指導、指導報告および検査というのが資格、まあの5番です。 でここはちょっとまあ、ご覧になっておいていただければいいかなと思うんですね。まあ、ただ概要をちょっと読んでいきましょう。卓建,建業の適正な運営を確保しまたは卓建業の健全な発達を図るため、卓、えー、建業者や卓建支援への監督処分のほか、これに関連したいくつかの規定があります。えー、国土交通大臣や知事のほか、内閣総理大臣が登場で結構大きそうですね。はい、203ページ、えー。国土交通大臣は全ての宅建業者に えー、都道府県知事はその都道府県の区域内で宅金業の業の適正な運営を確保しまたは宅金業の健全な発達を図るため、えー、指導とか助言勧告、まあ、行政指導みたいな言い方ですけどね違反の程度が軽微で指示、まあ、処分を出すことじゃないんだけどでもちょっとねみたいなね、まあ、そういうことがあるんですねと。とかね、確保の2番で内閣総理大臣との協議 国土交通大臣と内閣総理大臣の話なんだよね。なんか大げさになっててさ。国土交通大臣は免許した宅建業者が古代広告の禁止、売買契約作成、重説契約書面などの消費者保護の規定に違反した,ししたとして監督省がを行うにあたってはあらかじめ内閣総理大臣国土交通大臣の が免許しししたた業者者にに対して消費者保護系の規定に違反したなので、えー、業務の停止だってことを国土交通大臣がするって時に何か内閣総理大臣と協議でえー、そんな大げさなのみたいな話なんだけど <laughs> まあ一応そんなあったりするのよでまあまあまあいいですいいですはい報告および検査ねあのー、大臣は え報告求めたりうんぬんと、まあ、こんなことができますと、えー、それから204ページはですねまあたっについてもですねあのー、報告求めると、ね、こんなこともできちゃうというわけだねはい以上でございましたあとねあ罰則というのもありますはいそれが204ページの四角の送る番ですでね あの監督処分例えば業務停止だ免許の取り消しだっていうのは監督処分って言い方になってですねだから、えー、とまあまあ要は、まあ、不適切な行為があったわけですよねでだからそうすると将来の紛争を予防するため一定期間、まあ、ペナルティボックスみたいな感じ時期事務の検視とかね、うんえー、しますとそれはそれで置いときましてですねあとね刑事事件になっちゃって、まあ、ちょっと悪質だななんてことになるとえっ、ー、とほら あの起訴されちゃってです、ね、裁判になって、あのー、刑罰を受けるっていった場合も、まあ、あるわけねそれは罰則というふうに言っております、えー、主だった宅建業法の規定につきましてはその批判があった場合罰則は用意されてますで、まあ罰則の適用までいっちゃうと結構あれだよね、うん、免許の取り消しなどの監督処分は、まあ、受けるほか、まあ、場合によっちゃです、ね、刑事事件ってなっちゃって懲役罰金だって。 変ですねであとね、宅っ紙への罰則はね、過料とかそんなんで止まってますんで、この罰金ってことはねえぜみたいな。まあそれが204ページ、205ページです。で、ここのところは、えー、ちょっとざっとご覧になっておいてくれたらいいですよ。いちいち全部覚えろということじゃありませんからね。ああ、なんかこういう刑事事件に発展しちゃう場合もあんだなみたいに思っててもらうと、いいよね、えー。免許が取り消された上にですね、えー、その3年前にこの あの何無免許事業があったなんてことでね、はい、起訴されて、懲役3年とかです、ね、<laughs> ある可能性もあるんじゃないですか、206ページ50万以下の罰金とかね、いろいろあります、えーね、これね、まあまあ、ちょっと参考で、えー、結構でしょう、で、量罰規定とかね。 あと、宅建師への罰則ってなってんだけど、えっ、ー、とですね、あのー、207ページのうちには10万以下の過料ってところですね。それでね、宅建師匠の返納義務に違反したとか、宅建師用の提出義務に違反ってさっきちょっとやったじゃないですか。で重要事項の説明の際に宅建師用提出しなかった。宅建師用忘れちゃったんだけど、重要説やっちゃった。あははみたいなんで、後でちょっと揉めたりすると、さすがに罰金はないですよ。さすがに罰金はないですけど、うん、一応、過料って。 っっていいうことになっちゃいます、ね、で一応「家業とは」っていう207ページ、えー、ちょっと説明入れときましたからねちょっとお時間ある時にご覧になっておいてください。はい、以上でございましたではね次はね住宅瑕疵担保履行ってのをやっていきたいと思いますんで続きの音声講義ねお時間あり,ありましたら、えー、どうぞお聴きください。 えー、さて、えー、それではですね、セクションの5としまして、えー、住宅価値担保履行法というのをやってみたいと思います。えっ、ー、とね、宅建業法、まあ、宅建業法編という言い方もできますけど、えー、本試験でですね、というの26番からというの45番の全20問ですよで。この20問なんだけど、まあそうね、17点、18点、狙っていきましょうよと、えー。この宅建業法が13点だ、14点だっていうと、これはもう、えー、勝ち点。 367ね必要でしょ届かないんですねだから卓球予法ができないと予選落ちみたいな話を、えー、したかと思うんですけどそう見たことないんだよ卓球予法で10点だもん、まあ、絶対無理だからねそうで卓球漁法はあのー、ほら勉強すればさね下だけ結果が出るわけだから、まあ、ち,ょっとちょっと冷たい言い方かもしれないけど卓球予法ができないっていうのは え単に怠慢なんじゃないですかと。で、時間取ってやったっていうふうに思っちゃったりね、あのー、まあ思、思われたりするところでもあるわけなんだよね。まあまあ、そういうこと。ここでね、その住宅貸し担保履行法っていうのは、宅建業法じゃないんですけども、えー、宅建業法編としましてですね、毎年、トイの45番に、えー、出題、えー、されております。この住宅貸し担保履行法、ちょっといろいろ新しい、まあ、用語。 耳,な耳慣れない聞き慣れない用語があるかもしれませんけどでもこれね毎年毎年ね、まあ、おなんていうのかな過去出題された、まあ、全部で8項目ぐらいあるんだけどもそのね同じやつが毎回なんか毎回出るんですよ。うん、でこれはねテーマ別問題集をねやっておいてもらいたいのよ。うん、でもう決まってるのよほんとねもう嬉しいぐらいに決まっててですね どのの組み合わせかなななぐらい感じねだからここができないっていうのはよまああのそれは初めてはしょうがないけどえっっていうふうに思ってしまうよねあの受験業界の我々のような立場の人間ですよね。ということで住宅貸し担保はと言いっても初めての人はどんな話なんですかですからまあ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 くどいようですけど出方はねワンパターンですから。 ただ中身が分かんないとね、あのー、あれだから、ちょっとやりますよ。四角の一番、あ、住宅の基礎部分、ちゃんとこういう打ってありますかね傾いたマンションなんてなあったりするんですかね、世の中にね。そんなバカな、みたいなね。<laughs> えー、そう、打ってねえんだよな。まあ、嫌だ,だね、嫌だね。ほんとに。住宅瑕疵担保理工法って何すかと。えー住、概要読んできますよ。住宅瑕疵担保理工法は、えっ、ー、と、そこちょっとマーク。はい。 新築住宅宅の売り主となる宅建業者そこをもうがっつりまくっておいてね新築住宅の売り主となる宅建業者だけの話ですこれからやる話っていうのはだから、えー、買い取り再販ってことで中古住宅を宅建業者が買ってそれをまあ一般消費者に、えー、高値で転売すると800万で仕入れたのを3200万で売った業者さんが知ってるよ俺。<laughs> まあやりすぎなんじゃないのと思ったけど買うやつがいるからねまあそれはまあ経済取引としてはいいんだけどでもなとちょっと思ったことありますまあ1600万で買ったやつを2000万で売るとかってはざらにあるわけなんだけどもだから宅建業者の立場に立ってないといい物件ってないんだよねなんか逆に言うとねだからエンドで エンドで消費者がいかにいい物件なんだかんだって,って、うん、まあまあまあ無理な話で、うん、まあまあいいや、ちょっと置いといて、ちょっともう喋りたい、喋らせて今度喋りたい、あの、オフレコトークね、うん、それでちょっと話も、だから中古住宅を売るという宅建業者に、ね、は関係ないの。あくまでもこれ新築、さらに店舗とかオフィスじゃない、住宅なのよ。新築住宅を売るんだという宅建業者。 うん、これが対象です。に対して、えー、その住宅に、まあ、貸し。貸しっていうのはね、あの不具合ですね、うん。欠陥とか不具合、えー。ちょっとそういうの覚えててください、はいえー。不適合。契約内容には合ってない。こういう物件売りますよって言うんだけど、それに合ってない。まあ、貸し。ちょっと難しい言葉ですけどね。えー、使います。あった場合の補修や損害賠償の支払い、解除。だって、ね、そんな不具合があっちゃ住めないよと。 いうことになっちゃう。あと、大金の変化。これ、確実に行えるよう保険加入や、その次、ちょっと並見せといて、住宅販売瑕疵担保保証金。ちょっと言葉がいっぱいあってや,やだけど、住宅販売の瑕疵不具合をえ担保する保証金。 まあだからこれからこの、いや、弁済ってことになってね、仕組みとしては、えー、先ほどやりました営業賞金なんかのね、ちょっと似てるわけなんだけど、一応保証保証、保険に入るか、こういった保証金を用意するか、で、まあ、えー、いざという時に備えてくれと。そう。で、鍵格好1番いきましょう。えー、住宅品格法と住宅貸し担保履行法、このちょっと2つの法律があって、その関係を、えー、背景をちょっとご説明します。まずね、住宅品格法ってのは別にあるんですよ。 でこれはどんな内容かっていうと、まあ、正式には住宅の品質確保の促進等まで出た等に関する法律で、これ何言ってるかっていうと、この法律ではこう言ってるんだよ。209ページ見てもらっていいですかねえ。新築住宅の売買契約においては売り主は。で新築住宅の売買契約って100%、宅建業者が売り主になるわけなんだけど、飼い主に引き渡した時から10年間なので、ね、ちょっと内密に太っといて10年間。 えー、住宅の構造体力上収の部分、倒の貸しについて以下の責任を負う。飼い主に,に不利な特約は無効。これは住宅品格法で言ってるのよで、えー。損害賠償だ、契約の解除だ、履行の追加だと、目的物の収保、代替物の引き渡し、不足分の引き渡し、まあまあ、いろいろあるね。貸、は、し、いえー、とは種類または品質について契約の内容に適合しない状態をこう言っております。えー、ですね。で構造体力上収 覚えてる人間の体でいうと骨と筋肉が構造体力上昇な部分薄い、えー、雨水の侵入を防止するこれ皮膚ねだから、あのー、新築住宅のまあ骨と筋肉それから皮膚これがもうんかちょっとああの不具合があったら困るわけですよねはいですんで10年間保証しろと言ってるわけですよだから基礎がちゃんと打ってねえなんてことになったら場合のうちは契約の解除だとかね うん、雨水が火で直せとか、うんまあ、ここが壊れたんで損害賠償だとか、バイオネット解除だと。まあ、こういうことをやるんで、これなんとですね、引き渡してから10年間ってなってるのよ。うん。でた、ただ問題は、問題はその次のページ、210ページ。この住宅品格法、確かにね、素晴らしい法律ですよ。新築住宅の一番上はジョン先生、基礎や柱の欠陥、雨漏りなどの貸し担保責任期間を10年間としてですね。 で安心は安心ですで10年間のん。だけど10年間の途中で売り主が倒産っ <laughs> てあるわけよ。そうするとなんか絵に描いた餅になっちゃうんですよね。で、そこで登場したのがこれから勉強します住宅貸し担保履行法ってやつなの。で、宅建業者が売り主となって宅建業者以外の飼い主との間で、いいかい新築住宅の売買をする場合。 で新築住宅を売買する売り主業者は、主力確保措置、ちょこちょこ波捨てて、主力確保措置です。まあ、つまり10年間、この品格法で補償するんだけどえ、その10年間ね、うんまあ、お前んとこが倒産した場合もあるだけだからまあ君がいなくなっても、ね、保証は残るみたいな、そういうことになったわけ。 えー、でそれが主力確保措置と言ってます、鍵確保2番、さあ、何やるんですか、2つありますよと、えー、住宅販売貸し担保保証金を協託する、はい、それか、えー、住宅貸し担保責任保険契約の締結、だから保証金を協託しときゃそこから弁済だ、な、え、い、ー、しは保険に入っていればその保険金でカバーする、この2つですね。はい で念のためですけど猫ちゃん、視、えー、力確保措置が必要となって、もうほんとなんか何でかっていうとよく出てくるんだ、これ。違うよみたいなね。はい、選択肢あるからさ。売り主が宅建業者で、買い主が宅建業者以外となる新築住宅の売買だけなのよ。で、中古住宅の売買は入ってないんですね。で、中古住宅の売買っていうと、売り主が一般人ってケースもあるんじゃないて、自分の住まなくなった家を売りたい。 で売買で、宅建業者が間入ってさ、で売買規約自体は一般人同士なんてことになると、その一般人の売り主が貸し担保ってどうなのみたいな、10年間、へえ、みたいなね、ことになっちゃうかなということもあってですね、えー、この、この法律上ではですね、新築住宅の、うん、売り主たる宅建業者に貸してる義務でございます。えー、そうそうと,、えー、と、新築でも店舗や事務所の売買、買い主が宅建業者だとか、単に売買の売買代理、これはこ、個人総理ありません。 211ページですね。えー、住宅価し担保利行法の概要です。ちょっとここのところ、後、えー、でご覧になっておいてください。品格法でこう言ってます。この理念を実現するために、具体的にこの利行法というのを作ってあるぜと。そういうふうになってんだよね。はい、こういう、まあ、だから、ね、二段構造になってんですね。で、この二段構造の二段目の住宅価し担保利行法で一問作ってきて、えー、で、これがさっきも言った通り、過去問 ののどどれかか選択肢とということになってます詳しくはテーマ別問題集どうぞやってみてください。かっこの3番。住宅販売貸し担保保証金の供託。えっ、ー、と、ジョン先生ですね。えー、住宅販売貸し担保保証金の供託なんですけど、仕組みとしては営業保証金制度とほぼ同じ。売り主業者が倒産した下などで、補保と行ってもらえない場合、買い主は代金返還請求権とか損害賠償ね。こんなのを、えー、この保証金からの還付と。 えとでね、この保証金の額なんだけど、ちょっとこれ、細かいんですよ。一律いくらってことになってなくて、過去どれくらい販売したんですか、えー、それだと今度、じゃあ、1個につきいくらですってことで、なんかスライド方式みたいになっちゃってるんですね。ですんで、ここはちょっとこう、えー、さかあの割愛しております。まあ、試験でも出てきてませんのでと。あとね、1個につきいくらって言うんだけど、床面積が55平方メートル以下の住宅、まあ、確かに、まあ、1個の住宅、55平方メートルだもんね。 だけど、この場合だとですね、2個で1個、55平方メートル以下の住宅2個で1個と数える。で、552個1、2個で1個だから2個1ね。552個1、チャッ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 って覚えておいてください。なって言ってたわけ。で、たまに出るんですよ。あの、何年か前かな、もう去年、2019は出てなかったんだけど、先生、552個1出たねーとかね、こう言ってくれますんで、一応、552個1。 はいえー、で言ってちょうだいと以上そんなところで212ページのですね営業保証金との共通事項ってあるけどここはいいよあのねここから出たことはあんまりないんだよねうんえー、でちょっとあそこで営業保証金のところをさちょっと復,復習したあとまあ復習っていうかもう一度読んだりさまあテキストを眺めたりしてもらってだんだん頭に入ってきてからの方がここはいいかもよ。 あのほらまあ一応な全部なかなかこう一回音声講義聞いてテキスト見て頭入れるってな入るってなかか難しいからさまあまあちょっと後回しでもいいけども一応共通事項があります。あとねここ鍵カッコイマの供託所の説明これがなんかよく出てくるんだよ。 これもほとんどの、あの、まあ、まあ、読んでみればそうかなって話なんだけど、えー、宅建業者は読んでくよ、スッキリ条文ね。自ら売り主となる新築住宅の飼い主に対して、新築住宅の売買契約を、あ、ここ締結するまでに、ここちょっと波線締結するまでに、もう大体そうだよね。<laughs> 締結するまでに、 えー、住宅販売、貸し、担保、保証金を供託してい、供託所の所在地などの事故を記載した書面を交付してあ、あと書面、うん、締結するまでにってところと、あと書面、この2つ、ちょっと丸振っといてください。はい。はい、営業保証金制度にも似たような話がありましたよねと。タイミングとしては契約を締結するまでに書面でと。 あと、買い主だけに説明すればいいだって、自分が売り主ですしねって <laughs> 当たり前だよね。そ <laughs> うだよね売り主が売り主にいいなんてアホかみたいなもん。というところ、教託所の説明で何が出てくるかって言うと、引き渡すまでにとかさ、うん、契約した後に説明すればよいとか、そういうんで罰なんていうですね、の多いね、本当多いんだよ。だからちょっとそこのところ、うん、当たり前だなって思って、なんか、ね、そういう思ってもらうといいかなと思うんですね。 213ページの一、えー、番上で住宅販売、貸し担保、責任保険。この保険に入るということでもいいんだな。で、この保険なんだけど、プラスアルファってちょっと見てください。保険料は宅建業者が支払います。飼い主が保険料を支払うという契約内容ではないですね。 まあでも、その保険料を含めて代金って言って、まあ、やるかもしれない、まあ、で,もでも実際、保険料を払う義務は、えー、売り主業者だと。なお、宅建業者は貸し担保責任の履行、あの今度ね、これね、あの消費者もその保険金、で宅建業者がやったら保険からこうカバーされますし、宅建業者自体もね、あの貸し担保責任を履行することによって、まあ、ちょっと金銭的な不安があったりするじゃないですか。 ただ、宅建業者も、この保険からね、個展受けられるんだって。うん。えー、プラスアルファーでございます。えー、っと、そんなところ。はい。えー、それから、括弧の6番で、教託などの状況についての届け出義務と契約締結の制限で、ここもですね、まあ、ここもよく出て、まあ、これと、だから4、4番と6番が主に出てるって話なんだけど、えー、っとね、まず、えー、っと、基準日までの教託ってやつで、ちょっと読んでけくね。 えー、宅建業者は年2回の基準日、3月31日と9月30日、えー、算定された住宅販売、価値担保、保証金を供託しておいてくれと、えー、こういうルールになってるわけ、それでそれはそれでいいです。で今度、状況の届け出義務なんだけど、えー、宅建業者は免許権者に対し、年2回の基準日、3月31日と9月30日ですね、えー、住宅販売、価値担保、保証金の供託、それから保険。 まあこうこうこういう販売個数でこうこうこうでこういったまあ保証金入れてますよとか保険入ってますよ、これをね届け出なきゃいけないのよ。だから3月31日の時点でこうなったってことを3週間以内ってことですから10月の第3週とかあまあ3月31日だから4月の第3週目ぐらいなのかなえそれから9月の30日ですから10月の第3週目のま。あまあ まあだから土日は休みだろうからね、役所はね、えー、平日に、えー、届け出をしてくれと。でそれ届け出をしなかったらどうなんですかって言ったら契約締結のじ制限ってことになっちゃって、ここでのポイントはね、えーとえー、状況の届け出をしなきゃ、その次ちょっと待ってて、基準日の翌日、そこぐりぐりマーク、基準日の翌日からあ50日、うん、そこだけ、はい、えー、です。 だこれがだからさ、えーと、もうくだらないきっかけで、基準日から50日、え、翌日だよみたいなとが当ってたりさ、基準、基準日から、えー、ね、基、えー、準日から3週間を経過した日っていうん、ね、だこの届け出義務のあれとこう、引っ掛けようとかね。お前、一応、古速なのが結構あるんですよ。笑,笑った、あのあ、最初はね、ちょっとドギマギするけど、何回かやってるとばかばかしくて笑えちゃいますんで。 はい、ぜひね、ここは、当、ま、然、あ、はもっと、まあ、正直言ってくだらない <laughs>、受験対策としては非常にくだらないかもしれないんだけど、テーマ別問題集、ぜひね、やっていただければと思います。はい、214ページ、一応、ジョン先生、報告しない宅建業者は新規の売買禁止、基準日の翌日から起算して50日後から、ね、ちょっとここのところはでもややこしいんだけど、こうくだらない引、うん、っかけがだか、だから今年もね、 くだらない問題が出てもらえればと思いますけどもね。ということでございましたんで、はい、一応以上でございます、えー。以上でございました。でね、一応今回で、とにかく、あのー、パート1の卓球漁法編は、えー、終了でございますんでね、えー、次回からはね、次回の音声講義から法令上の制限編に入っていきたいと思いますんで、えー、次の音声講義もね、えー、どうぞ、えー、お聴きください。<music>